い、皆さんこんにちは、ザツコです。さて、考古学的にもまだまだ謎の多い古代エジプトですが、その中でもスフィンクスに関しては一体いつ建造されたのかという議論がたびたび起こっているみたいなんですね。さらに、そのスフィンクスが伝説の地下迷宮についての重要な鍵を握っているとして注目されているといいます。一体どういうことなんですかね。早速見ていきたいと思います。一般にギザの大スフィンクスは紀元前2686年から紀元前2185年頃のエジプト古王国時代、カフラー王により建設されたと言われています。ですが、この常識を覆す説がいくつも存在しているのだそうです。1857年、フランスのエジプト考古学者オギュスト・マリエットが紀元前678年から525年に書かれたとされるインベントリステラを発掘し、そこには神をかたどった22の彫像を保有していたイシス神殿やスフィンクスがクフ王より以前に存在していたと書かれていたといいます。先述した通り、歴史的な通説ではスフィンクスを建造したのはカフラー王だとされていますが、カフラー王はクフ王の後に存在した王であると言われています。では一体いつ誰がスフィンクスを建造したのでしょうか。これに対してウクライナの研究者たちは2008年に国際会議で発表した論文で、スフィンクスの建造年代は80万年前だという、ある意味ぶっ飛んだ説を提唱しています。これは科学的な分析によって導き出されたと言われていて、その理由がスフィンクス本体や周囲の囲いに水による浸食痕があることだといいます。研究者たちがギザ大地の地質資料を操作したところ、先進性頃にナイル川流域に流入した海水が徐々に同地を浸水していき、およそ80万年前の後進性カラブリアン期にはスフィンクスの最も高い位置にある浸食付近まで海水が上昇していたことが分かったそうです。これを根拠に、風や雨ではなく波が直接スフィンクスを浸食していったのではないかと結論付けています。ですが、この説には一つ大きな謎があり、80万年前では文明どころか原生人類も存在していません。この時代に存在したのは直立二足歩行をし始めたばかりの原人だったそうです。このことから宇宙人によって作られたのではないかと議論を呼びました。ことピラミッドに関しても、1万2500年前に何者かによって作られたという説を唱える研究者は世界中に存在していて、古代エジプト文明に宇宙人が介入していたと裏付けるようなものも見つかっているそうですね。さらに、有名霊能力者エドガー・ケーシーでさえもスフィンクスの建造年代を紀元前1万500年としており、建造したのは古代アトランティス人だと語っていたといいます。なかなかぶっ飛んだ説に聞こえますよね。ですが、コンピューターシミュレーションによって建造年代を割り出した英作家グラハム・ハンコック氏も、1万500年前の春分の日に獅子座の位置がちょうどスフィンクスの目線の先に出ることを突き止めていて、あながち的外れとも言い切れないそうです。またスフィンクスの存在意義についてもいろいろな説があり、実態がつかめない状況なんだそうです。古いものでは、紀元1世紀の博物学者ガイウス・プリニウス・セクンドゥスが博物誌でスフィンクスについて言及していて、古代エジプト人らはスフィンクスを神として崇めていたと書き記していたり、米作家ロバート・テンプルはスフィンクスはジャッカルの頭を持つ冥界の神アヌビスを模したものであり、アメン・エムハト2世に似せて作られたものではないかという推測を立てていたりしますが、どれもスフィンクスの謎を解明する決定打には至っていないそうです。中には古代エジプト神話に出てくる冥界の神オシリスの墓ではないかとする説もあるそうです。実際、日本の吉村作治教授が率いる早稲田大学の研究チームが80年代にスフィンクスを電磁検査したところ、地下に 2.5 から3メートルほどの空間、両手の前に1から2メートルほどの空間があることや、スフィンクスの南面と北面の地下にトンネルらしきものの痕跡を発見しているといいます。
このことから見ても、少なくともスフィンクスは単なる彫像ではないと考える学者は多いようです。伝説のラビリーズ。以前から多くの研究者はエジプトのどこかに地下迷宮が眠っていると考えています。その根拠は、紀元前5世紀のギリシャの歴史家ヘロドトス、紀元前1世紀のギリシャの地理学者、歴史家、哲学者ストラボン、1世紀の博物学者、政治家、ガイウス・プリニウス・セクンドゥスらによってたびたび言及されてきたからであると言われています。古代ギリシャ人がラビリンスと呼んでいたその地下迷宮には、それを建設した12人の王たちと神聖なワニたちの集合墓地の他に、寺院や秘密の部屋、通路があり、実際にヘロドトスが訪問した時には、建設されてから1300年が経過していたといいます。場所はカイロの南約90キロのハワーラにあったとされています。そしてヘロドトスの著書、歴史には次のように記述されています。ラビリンスには屋根のある中庭が12あり、6つは北向きに、6つは南向きに一列に並んでいて、それぞれの門は互いに正確に向き合っていた。内部は2階層となっていて、3000の部屋があり、半分は地下に、残りの半分は地上にあった。私は上層階の部屋に通されたので、それらに対する言及は、私自身の観察に基づいている。ただし、地下の部屋について言えることは限られている。というのも、それらには、ラビリンスを建造した王たちや神聖なワニたちの墓も含まれており、担当のエジプト人たちは私にそれらを見せなかったからである。一方、上層の部屋に関しては私は実際に目にしたが、それらは人の手によって作られたものだとは到底信じがたいものであった。私たちは中庭から部屋へ、部屋から回廊へ、回廊からさらなる部屋へ、そしてそこからさらなる回廊へと抜けていったが、部屋と部屋、中庭と中庭を結ぶ、当惑させるような入り組んだ通路に対して、私はずっと驚きっぱなしであった。各部屋、中庭、回廊の天井は壁同様に石でできていた。壁には彫刻が施されていた。それぞれの中庭はとても美しい白い大理石で作られていて、列柱で囲まれていた。では、この地下迷宮は具体的にハワーラのどこにあったのでしょうか。ヘロドトスはラビリンスの角にピラミッドがあったと記しているそうです。そのピラミッドとは、古代エジプト第12王朝の第6代ファラオのアメーエムハト3世が作ったとされるハワーラピラミッドです。1888年、イギリスのエジプト学者フリンダース・ピートリーは、地下迷宮だと思われている構造物の基礎が残されていたことを発見しました。そのサイズはおよそ 304×244m という巨大なものだったそうです。それから発掘調査はなかなか進まず、2008年になり、そのエリアの地下をベルギーとエジプトの研究者からなるマタハ遠征隊がスキャンニング探査を行ったそうです。すると、ハワーラピラミッドの南側の地下数メートルより深いところで、平均数メートル厚の垂直な壁がたくさんの密室を形成するように連結していたのが発見されたそうです。これにより、全体のサイズと形状に関しては、さらなる調査が必要となりましたが、実際に大規模な地下迷宮が今なお地下に存在している可能性が高いと結論付けられました。この発見は科学誌などに掲載され、ベルギーのゲント大学では調査結果を報告する公開講演が行われたそうです。ですが、そのニュースはなぜか世界中には配信されずに終わってしまったといいます。それはエジプト文化省の考古最高評議会が国家安全保障上の対応としてその結果公表を差し控えるよう研究チームに求めてきたからだそうです。研究チームは評議会に辛抱強く発見の公表許可を求め続けたそうですが、それが実現することはなかったそうです。またそれ以後、ラビリンスに関する追加調査も許可されていないといいます。エジプト当局は誰も知らない秘密を隠し持っていて、地下迷宮の発見がそれとつながることを恐れていたのではないかと噂されています。
スフィンクスの地下に存在する空間。ギザの大スフィンクスは石のブロックを積み上げて形成されている部分もありますが、基本自然の起伏を利用して石灰岩の一枚岩を削って作られているとされています。ですがなぜか頭部だけは色味も材質も異なることが確認されていて、後から据え付けられたと考えられているそうです。実際胴体の方が風化による損傷が激しい一方、頭部は比較的保存状態が良く、硬く丈夫な石灰岩からなると思われていますが、未知の素材から作られているのではないかという説もあります。頭部と胴体のバランスが不釣り合いであることから、かつて存在した頭部が削られて異なるものに変えられた可能性があるのだといいます。そしてそんな謎めいたスフィンクスの内部や地下には秘密の空間があるのではないかと多くの研究者たちによって指摘されているそうです。実際スフィンクスの前足前方の地下には空洞が存在しているということが調査によって判明しているといいます。そして近年では秘密の地下空間はもっと深いところで大規模に広がっていて、地下迷宮を超える地下施設が都市のように存在しているのではないかと注目されつつあるそうです。その可能性を示唆しているのが歴史家のマルコム・ハットン氏とゲリー・キャノン氏。2人はスフィンクスの頭頂部には穴が開いており、現在では大きな楕円形の金属板で塞がれていると主張しています。また腰に近い背中の部分にもやや小さな四角い金属の蓋が存在していて、その下には垂直に縦鋼が伸びており、途中から斜め下向きに鋼道が続いていると考えられています。またスフィンクスの尾の近くにも穴があり、そこからも内部へと入り込めるようになっているそうです。このような情報はかつてテレビの取材に答える形で内部の情報を映像とともにいくつか明らかにされていたそうです。ですがここ数十年ほどはスフィンクスの地下にトンネルなどの地下空間は存在しないと繰り返し否定されているといいます。明らかにある時期からそれは秘密にされ、情報公開が制限されるようになったそうです。なぜでしょうか。ここから少々都市伝説的な解釈を含みますが、1990年代にスフィンクスの地下トンネルの発掘調査が進み、その結果何か大きな発見がなされたのではないかと推測されています。例えばこれまでエジプト人考古学者たちが信じてきた歴史、宗教、世界観などを大きく覆すようなものが地下施設内で発見されていたとしたら、特に宗教においては今まで神と崇めていた存在が別の何者かだったと分かってしまうようなものが発見されていたとしたら、世界的に混乱が起きてしまうのも容易に想像がついてしまいますよね。ここまでは考えすぎかもしれませんが、事実、古代エジプト文明の謎を紐解く学問的な進展の鍵はエジプト当局によって一部封印されてしまっています。一体そこにはどんな真実が隠されているのでしょうか。はい、皆さんこんにちは、達子です。さて、まだまだ解明されない謎が多い古代エジプト文明には様々な都市伝説が存在していますけれども、その中でも気になるのが文明の起源はどこから来たのかというものです。これにも諸説存在し、中にはぶっ飛んだ説というのもあるんですけれども、確かにそう考えれば辻褄が合うというものも存在しています。ここではそんな古代エジプト文明の起源の謎について触れていきたいと思います。最近メキシコでマヤ文明の新たな発見があり、世界中を驚かせました。この調査はアリゾナ州立大学の猪俣教授率いる調査団が行ったもので、彼らは南北1413メートルから東西399メートルの敷地を調査し、紀元前1000年頃に作られたとされる高さ15メートルの巨大な建造物を発見しました。古代の文明や建造物は未だに見つかっていないだけで、世界中にその痕跡は残っています。ですがそれを一つ一つ探索し解明していくためには膨大な時間と労力がかかります。
そんな古代文明の中でも特に都市伝説が多いのがエジプト文明です。ギザにある大ピラミッドは今なお多くの謎に包まれていて、まさに都市伝説の宝庫とも言えます。ピラミッドの建築で有名なのは、歴史の教科書で紹介されているようなエジプト人の奴隷が石を引かされながら建てている様子ではないでしょうか。かつてピラミッドは10万人の奴隷の20年間の強制労働の末に作られたと紹介されていましたが、最近は労働後のビールを楽しみにする農民が建築作業に携わっていたと紹介されています。一体なぜピラミッドの建築に従事していたのは奴隷から農民という認識となったのでしょうか。それは当時の建築現場から壺で焼いたパンや牛肉を食した痕跡が見つかったためです。当時貴重だと言われていた食料を食べていた事実は、労働者にとって悪くない労働環境だったことがうかがえます。ピラミッドで使用されている石材は約230万個にも及びます。重さはなんと平均 2.5 トンほど。ピラミッドはそのような石材を使い、高い精度で建設されています。このような建築が約4500年も前に行われていたこと、そして一体なぜこのような精度の高いピラミッドを作ったのか、それは未だに解明されていません。ピラミッドは王族の墓というのが世界中の通説となっていますが、他にも宇宙人が母星と連絡を取るため、地球の内側のエネルギーを集めるため、発電用の道具として活用するためなど、その用途には様々な説が存在します。さらにピラミッドはその技法に関しても激しい論争が繰り広げられています。ある人が、当時の技術では200万個以上の石材を140メートル以上積むのは不可能ですと主張すると、今度は20度の傾斜スロープを使用すれば十分に建設できるはずですと反論する人もいました。ピラミッドで使用されている石灰石は500メートル手前で採掘できますが、大野まで使われている花崗岩は60トンを超えています。重量がある花崗岩をどう運んだというのですかとある人が疑問を発すれば、水路からピラミッドをつなぐ運搬用の道が発掘されました、それを利用したのですと答える人が現れるなど、ピラミッドの建設に関しては多くの議論がされているのです。ピラミッドにはスフィンクス像にかけて回廊が存在することも分かっています。このことから地下空間が存在していることは間違いないだろうと考えられています。この事実はエジプトを研究している科学者や調査団共通の認識となっています。一方でエジプト政府はなぜかピラミッドの調査を拒んでいます。このことから何か明らかにしたくない事実が存在するのではとも囁かれているのです。ピラミッドにはアカシックレコードや地底世界へつながる通路があるとも言われていますが、いつかその事実が明らかになる日は来るのでしょうか。そしてピラミッドと同じく大きな謎とされているのが、世界最大級の大きさを誇るスフィンクスです。スフィンクスの資料はピラミッド以上に少なく、その真相は謎に包まれています。さらに不思議なのはスフィンクスの不自然なバランスです。スフィンクスはライオンの胴体と人間の女性の頭を持っていますが、頭部が小さいためバランスに違和感があります。一説によると、もともとアヌビス神だった頭部を削ったのではないかとも言われています。もし本当にそうなら、スフィンクスの首から下の風化具合も合わせて納得がいきます。そしてこの風化こそがスフィンクスが作られたとされる年代に疑問を投げかけています。スフィンクスはピラミッドが作られるよりも昔に存在していたという記録が残されていますが、胴体が浸食しているのは1万2000年前の洪水によるものではないかと言われています。ですが、これが仮に海水によって浸食されているとするならば、驚くべきことにスフィンクスは80万年前から存在しているとも考えられるのです。とはいえ、それほど昔に文明が存在していたかどうかは今でも分かっていません。これに関連して四大文明のエジプト文明やインダス文明、ゴーガ文明と比べると、メソポタミア文明はいつの時点から文明が始まったのか諸説あります。また文明が普及した地域も複雑となっていて、現在も謎に包まれています。文明の起源とは、世界で初めて文学を持った民族はシュメール人です。
そのためシュメール人以前の歴史は記録として残されていません。シュメール人は天文学的な知識をはじめ、高度な医療技術、法体系なども有していたとされています。ですがその民族系統は不明点が多く、紀元前3000年頃に突如として現れたのが不思議です。中にはもともと世界に文字は存在しなかったので、シュメール人が文字を持ったために突如歴史が始まったように感じるのは当然ではないかと思う人もいるかもしれません。もちろんそれも踏まえてシュメール人には驚くべき点が多いのです。シュメール人は太陽までの距離を正確に把握していました。また肉眼では確認できない天王星や海王星、冥王星の存在や星の特性や地球の再三運動についても把握していたと言われています。さらにシュメール人は白内障が目の水晶体の混濁部分を除去することで治療できることや、その手術方法も熟知していたというのです。シュメール人はこのように驚異的な知識を兼ね備えていたのだと考えられています。そしてシュメール人が築いた文明には面白い仮説も多く存在します。資料が不足していて憶測の域は出ない仮説ですが、紀元前4万5000年頃から紀元前1万年に洪水で滅びるまで存在していたと言われているアトランティス文明が大西洋のどこかに存在していたと仮定すると、スフィンクスもこの時の洪水で侵食されたとも予想できます。つまりアトランティス時代に当時の先端技術でピラミッドやスフィンクスが建設されていたのではという仮説を立てることができるのです。先ほどシュメール人の民族系統が分かっていないとご紹介しましたが、水没するアトランティス大陸を逃れた人々がイラク、クウェートのペルシャ湾に高度なシュメール文明を築いたとも考えられるのです。大洪水の際、アトランティス大陸に住んでいた人の中には中南米へ移った人もいると考えられています。そこでマヤ文明を繁栄させた後、地底へと向かったアトランティスの人々はアガルタの住人になったという仮説もあります。紀元前1万年の大洪水が起きてから次の文明が発展するまでは数千年の空白の期間があります。これを裏付ける根拠は残念ながらまだ乏しいですが、もし本当なら大変興味深い事実ですよね。アヌンナキとアトランティス文明。シュメール文明が発展した地では粘土状の古文書も残されています。内容はより古代の時代について記したものでした。ここに書かれている主な内容は次の通りです。太陽系にはニビルという高度な文明を持っている10番目の惑星が存在した。今から約45万年前、長年の戦争でニビルの大気が汚染され、生物が住める環境ではなくなった。そのためそこに住んでいたアヌンナキはオゾン層を修復する金のナノ粒子を求めて宇宙へ飛び出した。その後地球へとたどり着いたアヌンナキは南アフリカで金の採掘を行っていたが、重労働に耐えかねて分裂が起こったため、当時地球にいたエンジンとアヌンナキの遺伝子を合わせて人間を作り出した。人間は他の生物と比べると環境変化に弱く、古くから天体に思いを馳せ黄金に魅了される価値観を持っていて、これもアヌンナキの遺伝子によるものだと言われています。ダーウィンの進化論によると、原始人から人間に至る進化の過程を完璧に説明することは難しいのだと言います。さらに一説によると、アヌンナキが築き上げた文明こそがアトランティス文明であるとも言われています。これらの説を裏付けるかのように、古代エジプトで作られた壁画を見ると未来的なものが多く見受けられます。さらに有名なエジプト神話に登場するオシリスは天から降りてきたものとも言い伝えられていて、このことから古代エジプト文明はアトランティス文明の名残であるという可能性も十分に考えられるのです。はい、このように古代エジプト文明をはじめとする文明の起源にはアヌンナキによるアトランティス文明が存在していたという説が一部ではささやかれているわけなんですけれども、このアトランティスと古代エジプト文明に関連して面白い仮説もありましたのでご紹介していきます。火星に存在したアトランティス。
アトランティスに関しては長年議論されてきましたが、その存在を決定的に認める証拠は未だに発見されていません。以前、スイスのベルンで科学者の会合が開かれましたが、ここでステファン・バイツ氏とエジプト学者コンランド・フェッチ氏によってアトランティスに関する驚くべき研究が発表されました。なんと彼らは古代エジプトに残されていた資料の解読に成功したというのです。それによるとアトランティスはもともと火星に存在していて、長期間古代エジプトと交流していたというのです。アトランティスは宇宙船でエジプトを訪ね、アトランティスの技術を彼らに伝える代わりにエジプト人からお金をもらっていました。エジプト文明の全盛期に火星にあったアトランティス文明は滅んだか、隕石の衝突が起きたと彼らは主張しています。さらに彼らが解読したという資料以外にも、アトランティスが火星に存在していて古代エジプトと交流を持っていた証拠があるのだといいます。それはアメリカの火星探査機が撮影した極秘写真の中にありました。そこには寺院をはじめとした知的生命体が生活をしていた痕跡が写っているというのです。さらにこの町の近くには1976年 NASA が撮影し人工物と話題になった人面岩があります。この人面岩に関して NASA は、この岩は自然物で影か何かで偶然人の顔に見えたものだという見解を示しました。ですが一部ではこの人面岩は NASA が加工したもので、 NASA はそれよりも大きな火星に文明が存在していた事実を隠したいのではないかと考えている人もいます。火星の町と思われる場所の近くにピラミッドのような形状なものも撮影されています。実は前から火星ではピラミッドによく似た形状のものが多く確認されているのです。注目すべき根拠は2015年 NASA の火星探査車スピリットが撮影した写真。そこに写っていたものは人工物としか考えられないピラミッドの姿でした。ピラミッドは火星において重要な意味を持つ建造物なのでしょうか。エジプトにおけるピラミッドの建築方法は謎が多いですが、バイツ氏によるとピラミッドの建築方法や技術をはじめ人体をミイラ化する技術もアトランティスから伝えられたのだといいます。さらにバイツ氏はもう一つ驚くべき事実について語っています。古代エジプトの第18王朝のファラオであるツタンカーメン王の死因は宇宙船の事故だというのです。ツタンカーメンが乗っていた宇宙船にはアトランティス人もいたそうです。ツタンカーメン王の死因は現代に残る大きな謎でした。ツタンカーメン王は9歳で王位について、19歳で死去しますが、その死因は暗殺で頭部を打撃されたものだと考えられていました。ツタンカーメン王の死因に関しては2005年にミイラの調査も行われました。すると重度な左大腿骨骨折が見られました。そのことから骨折が原因で感染症にかかり命を落としたという説が有力となっています。バイツ氏はこの左大腿骨骨折も宇宙船の事故の衝撃によるものだと解釈しています。ではなぜ彼は宇宙船の事故にそれほどこだわるのでしょうか。その根拠はツタンカーメン王の墓から発見された飛行機のようなグライダーの模型です。墓にはその人物にゆかりのあるものも一緒に納められます。生まれつき足が不自由で歩行が困難だったというツタンカーメン王は杖を使用していて、その墓には100本を超える杖も納められていました。バイツ氏の仮説の通り、アトランティスとエジプトが交流をしていたなら、足が不自由なツタンカーメン王は飛行物体を利用して職務に当たっていたと考えられます。そう考えれば墓に納められていたグライダーの模型の意味にも納得できます。もしこの説が真実なら歴史が大きく変わる大発見ですが、当時の会合の出席者全員がバイツ氏の主張に同意していたわけではありません。ドイツの歴史学者であるセスローシュ氏やノルウェーの天文学者であるエリングゲート氏は、アトランティスは火星ではなく地球に存在していたと考えています。ですが彼らも古代エジプトと宇宙人が交流をしていたということは事実だと考えているようです。いかがでしょうか。なかなかぶっ飛んだ仮説ではありますよね。ここで紹介した説は決定的な証拠は未だ見つかっていません。ですが数々の物証から火星にアトランティスが存在していたという仮説も十分に立てられます。
事実が明確になるまでこの仮説を排除すべきではないでしょう。人類の文明の始まりは未だに謎に包まれている星、火星に存在しているのかもしれません。はい、皆さんこんにちは、ザツコです。さて、昔から様々な議論がされてきているピラミッドの建造年代。定説ではクフ王の時代に建造されたというのが一般的ではありますが、様々な検証からそれよりももっと遥か昔に建てられたものではないかと言われてきているんだそうです。ここではそんなピラミッド建造年代の謎について触れていきたいと思います。エジプトといえばギザにある大ピラミッドが世界的に有名です。大ピラミッドに関する調査や研究は約200年前から本格化しました。大ピラミッドは調査や研究で解明されたこともありますが、科学が進歩している現代においても多くのことが謎に包まれています。そんな古代文明の研究者たちを魅了し続けているエジプト・ギザにある三大ピラミッドは、第一ピラミッドが最も大きいと言われています。第一ピラミッドは通称クフ王のピラミッドやグレートピラミッドとも呼ばれていて、高さ 146.59 メートル、それぞれの底辺は 230.37 メートル、積み上げた石灰岩のブロック数は270万から280万個にもなります。ピラミッドの容積は 235.2 万立方メートルほどで、総重量は推定650万トンです。ピラミッドはその方位の正確さも多くの科学者たちを悩ませてきました。正四角錐となっている4つの斜面は東西南北の方位が正確になっていて、誤差は平均で 0.05 度という驚くべき精度の高さです。ちなみに17世紀に建造された世界最古のパリ天文台の方位の誤差は 0.25 度で、それより以前に作られたピラミッドの精度と大差ありません。ピラミッドの方が誤差は大きいですが、平均 2.5 トンもある石灰岩ブロックを200万個以上積み上げて誤差を 0.05 度以内に収めている事実は驚くべきことです。これは現代の建築技術を用いても実現できないと言われています。大ピラミッドは他の寸法も数学的原理はもちろん、当時の時代では考えられない高度な知識が用いられています。ピラミッドの寸法がどれほど高度なのかを最初に指摘したのは、大ピラミッドを初めて精密測量したイギリス人のフリンダーズ・ピートリーです。彼は大の間の寸法で、三辺が3対4対5の整数比になるピタゴラスの三角形が織り込まれていると報告。さらに調査では、大ピラミッドが地球の 43,200 分の1の縮尺模型となっていることが判明しました。これをメートル法などで推論すると、大ピラミッド建造者は正確に地球の大きさを知っていたことになるのです。ピラミッドに隠された謎の力。ご紹介した通り、大ピラミッドは数学や地理、物理学などの知識に加え、高度な建築技術と土木技術を用いて作られた巨大建造物です。その見た目はもちろん、大ピラミッドの内部も多くの謎に包まれています。1930年、フランスのアントワーヌ・ボビーは大ピラミッドの内部を見学したとき、王の間にある観光客用のゴミ入れ缶の中でミイラ化したネズミの死骸を見つけました。驚くべきポイントは、このネズミの死骸が腐敗せずにミイラ化していたことです。これはピラミッド内部の神秘パワーの発見のきっかけとなりました。ピラミッド内部は湿度が高くなっています。それにもかかわらず腐敗していないことを疑問に思ったボビーは、ピラミッドの正四角錐の形に注目。この構造に秘密があると考えました。彼はその後ボール紙でピラミッドの模型を作り、その内部に肉や卵を置いて腐敗するか確認した結果、腐敗せずに乾燥が進んでいったのです。その後、当時のチェコスロバキアのカレンドバルとアメリカのラファエル・イフラたちが実験を行いました。ピラミッドの研究は1970年代に最科学の中でも特に重要な研究分野とされ、80年代に一大ブームとなりました。その間、ピラミッドの様々な実験や検証が行われます。結果、脱水や腐敗の抑制、瞑想、ヒーリングをはじめ、カミソリの刃の寿命が長くなる作用があることや、静電気の発生、
植物の成長促進、食べ物の味をマイルドにするといった効果があることが分かりました。ナポレオン・ボナパルトは大ピラミッドの王の間で神秘現象を体験したと言われていますが、それがこのピラミッドパワーと関連しているようです。ナポレオンはフランス軍を率いてピラミッドの戦いでオスマントルコ軍を破り、その後従軍させていた科学者や技術者を率いて大規模なピラミッド調査を行いました。ナポレオンはこの調査の時に自分自身もピラミッドの内部に入りますが、この時に王の間で未来の幻を見たとされています。ナポレオンも体験したピラミッドパワーは円周率や黄金分割の形状が関係しているとも言われていますし、太陽エネルギーや地磁気だという仮説もありますが、真実は現在も明らかになっていません。さらにこのピラミッドパワーの謎は類似科学に分類されることも多く、謎が大きく注目された1970年から80年の時ほど現在は注目されていないのが現状です。ピラミッドの建造年代の謎。ピラミッドの建造方法も謎が多く、現在もその全貌は解明されていません。建造方法については諸説ありますが、主に挙げられるのは1直線型傾斜路説、2螺旋状傾斜路説、3内部トンネル説となっています。直線型傾斜路説と螺旋状傾斜路説はレンガと土で作業用の傾斜路を作り、石材を積み上げたという説です。内部トンネル説はフランス人の建築家ジャンピエール・ウーダンが主張した新しい仮説で、建設の途中まで傾斜路を使い、それ以降はピラミッドの縁に沿いながら内部トンネルを螺旋状に掘っていき、石材を積み上げていったという説です。内部トンネル説はそれ以前に唱えられていた仮説の難点を解消していることからも大きな話題となりました。謎に包まれているピラミッドはエジプト第4王朝のファラオで、紀元前2571年から紀元前2508年まで統治していたクフ王の墳墓として、紀元前2560年から約20年かけて建造されたと学術的には教えています。ですが世界中の科学者の多くはこの説に異議を唱えています。ピラミッドにはご紹介したように多くの謎が残されているほか、クフ王墳墓説は間違っているという根拠が多く存在しているからです。過去の文献で大ピラミッドに初めて触れたのは古代ギリシャの歴史家ヘロドトスです。彼は歴史という著書の中で大ピラミッドはクフ王の墓だと記載しています。ヘロドトスの書籍はクフ王の時代から2000年以上経った紀元前5世紀に出されたものですが、彼はエジプトの神官から聞いた話を綴ったとされています。このように古代の伝説とされているものの中には人づてに聞いたものも多く、歴史的な根拠に欠けるのではという研究者も多くいるのです。アカデミックのエジプト学はクフ王墳墓説の有力な証拠として大ピラミッド内で発見されたカルトーシュと呼ばれるファラオ名のサインを挙げていますが、これも疑問点があります。カルトーシュは1837年にイギリスの陸軍大佐ハワード・バイスが重力拡散の間で偶然発見したと言われていますが、これに関して疑問が指摘されています。ファラオのカルトーシュは石や木材の表面に彫られているのが一般的です。ですがバイスが見つけたカルトーシュは赤い顔料で記されていて、壁の近くの末端部分は不自然に途切れていたのです。そのためこの根拠は信憑性に欠けると言われています。カルトーシュ研究の第一人者とも言われているアラン・H・ガーディナーはバイスの発見を全く認めませんでした。著名な宇宙考古学者であるセガリア・シッチンもバイスによる捏造だとまで語っています。また1857年に大ピラミッドのすぐ近くにあるイシス神殿の廃墟から見つかった出土品には、大ピラミッドはクフ王の時代からすでに存在していたとされているのです。さらに普通のピラミッドには存在しているはずの墓地も大ピラミッド内にはなく、王の間の石棺にあるはずの蓋もファラオのミイラも副葬品も発見されなかったのです。さらにバイスの発見を完全に否定する根拠があります。1986年大ピラミッドの建造年代を明らかにするために行われていた史上初となる放射性炭素測定の結果が発表されました。
測定はエジプト考古庁とスイス連邦技術大学、ワシントン大学などから結成された国際チームが行ったもの。測定用の試料は有機物質を含んだ石ブロックの接合に使用しているモルタルで、合計で15個でした。測定した結果、大ピラミッドは紀元前3809年から2869年で、平均年代は紀元前3040年、最も古い年代だと1250年以上遡る結果となったのです。研究によると、古代エジプト文明は紀元前3000年頃から始まっています。この調査結果が導き出した建造年代が正しく、紀元前3800年頃に大ピラミッドが建造されているなら、これまで言われていたことよりもずっと以前からエジプトは高度な文明が存在していたことになります。オリオンミステリーの著者であるロバート・ボーバルとエイドリアン・ギルバートはさらに驚くべき建造年代を主張しています。二人はギザの三大ピラミッドとナイル川、それぞれの位置がオリオン座の三つの星と天の川の関係を地上で表現したものではないかと考えたのです。この配置を計算してみると、三大ピラミッドとナイル川、そして現在のオリオン座の三つの星と天の川の位置関係にはズレがありますが、その原因は25920年周期で引き起こされる歳差運動によるものと考え、歳差運動のプログラムを用いて時代が進むにつれて変化する天空の様子をシミュレーションしたのです。すると驚くことに、三大ピラミッドとナイル川の相対位置は、オリオン座の三つの星と天の川は、紀元前1450年頃に正確に一致することが分かったのです。霊能者のエドガー・ケーシーも、大ピラミッドは紀元前1400年頃に始まったと投資しています。アメリカのローレンス・バークレー国立研究所のリチャード・ファイアストンたちの研究では、大ピラミッドが建造されたと言われている12500年前、超新星の爆発による宇宙船の大きな衝撃波が地球を襲い、甚大な被害を生んだとされています。その際に大量の熱中性子が生じて、放射性炭素による測定で導き出した時に、実際よりも若い年代を示すこととなってしまったというのです。この話が真実なら、放射性炭素によって測定された建造年代は間違いで、本当はもっと古い時代に遡るのではないかとも考えられています。さらに12500年前は地球上の生物が絶滅した時期です。氷河期が終わり、地球の磁場が逆転してアトランティス大陸が水没したと考えられている年代。大ピラミッドと関連して重大な異変が起きた可能性も十分考えられます。重大な異変を解明できれば、もしかしたら大ピラミッドの建造に関する目的や秘密が明らかとなるかもしれません。それはクフ王の墳墓ではないだろうと考えられます。大ピラミッドの目的として、神殿説や天文台説、宇宙エネルギーコントロール装置説など多くの説がありますが、どの説も完全に立証はされていません。大ピラミッドが地球から生まれたものなのか、それとも異星人から生まれたものなのかも議論が分かれています。ただ一つ、ピラミッドの建造に携わった人物は太古超文明を熟知していたことは明白です。今後、カフラー王の第二ピラミッドやスフィンクス、神殿などあらゆる視点で研究を続けていくことで、大ピラミッドの多くの謎の解明につながるかもしれません。はい、皆さんこんにちは、アミと申します。このチャンネルでもたびたび取り上げているピラミッドに関する話題ですが、近年の考古学的研究からまた新たに不可解な謎が発見されたそうです。一体どういった謎なんでしょうか？早速見ていきましょう。ピラミッドと完全一致する光の速度。今も多くの謎に包まれているピラミッドですが、近年ピラミッドの座標と高速度が完全に一致するという新しい発見が注目されています。これは2011年にある専門家が明らかにしたもの。大ピラミッドの中心、大回廊がある部分の座標は北緯 29.9792458 度に位置していますが、この数値が1秒ごとに2億9979万2458メートルで移動する光の速度と全く同じだというのです。大ピラミッドの座標の北緯や南緯の数字を Google Earth に打ち込むと位置が正確に表示されます。
そのためこの数値が正確だと明らかになったのですが、高速度は1983年に定義された速度で、真空中におけるもの。古代エジプト人が光の速度を正確に知っていたとは考えられません。にもかかわらず、このような一致が発見されたことは驚くべきことです。一方で、一部のピラミッド愛好家は古代エジプト人は宇宙と調和していたと考えています。大ピラミッドと高速度の一致はただの偶然なのでしょうか？それとも何か意味があるのでしょうか？とあるサイトでは、学者たちがこのように推測しています。古代エジプト人はキュビット単位で長さを測量していた。古代エジプト人がメートル法を知っていたなら、それを活用したはずだがしてない。また5から6桁の一致はよく考えれば奇妙ではない。人間はそれよりも長い連番の宝くじにも当選している。このことから、この数字は関連性のない偶然の一致に過ぎないとも言えるのだ。数値の一致はただの偶然と学者の一部で認識されている一方、高度な知識を持った知的生命体がピラミッドの建設に関わっているという説も一部で支持されています。この一致が偶然なのか、それとも必然なのかは、ピラミッドの研究が進めば明らかになるかもしれません。ギザの大ピラミッドは建造当時は白く輝いていた。ギザの大ピラミッドは40階建てのビルと同じくらいの高さを誇っており、古代から現代に至るまで圧倒的な存在感を持つ建造物です。大ピラミッドは職人や芸術家、商人たちによる管理体制の下で雇われた労働者が建設したと考えられています。そして建設したばかりの頃の大ピラミッドは白く輝いていました。ピラミッド建築の真骨頂であるこの大ピラミッドは、本当に人間の手で建設されたのでしょうか？中には別の星から高度な技術を持った生命体が訪れ、建築に携わったと考える人もいますが、それも無理はありません。大ピラミッドはそれほど高度な技術を持って建設されているからです。ですが、エジプト学者のミロスラフ・ベルナーによると、職人や芸術家、商人がピラミッドの建設の組織を管理し、雇われていた労働者にも賃金が支払われていたことから、古代エジプト人により建築されたと一般的には認識されています。そんなピラミッドの建設における職人の仕事は、ピラミッドの外側の石灰石を磨いて白くすることでした。こうすることでピラミッドの外壁を太陽光に反射させていたのです。さらに建物の一番上には硬い花崗岩で作られたゴールドのような貴金属で覆われた小さなピラミッドが置かれていたようです。ピラミッドが具体的にどんな方法で建築されたのか今となってはわかりませんが、現在も砂漠の道しるべのように白く輝くピラミッドが点在していたとしたら、19世紀のヨーロッパの探検家たちはこの光景をどう思うでしょうか。謎と神秘に包まれているピラミッド。見えてるものの他に、もしかしたら今も見えてない驚くべき事実が隠されているのかもしれません。ピラミッドの隠蔽された遺産。エジプトと聞くとスフィンクスや大ピラミッドを連想する方が多いかと思いますが、名もない墓やピラミッドは他にも多く存在しています。中には自然の成り行きで砂漠の中に埋もれているものもあるでしょう。ですが、もしかしたら意味深な謎とともに人知れず眠っているかもしれません。もちろん悪い事実を隠蔽する目的で砂の中に隠された可能性もあります。エジプトには地面からわずかに見えるだけで、そのほとんどが砂に埋まっている埋もれたピラミッドが存在します。これは紀元前2686年から2613年を生きた2番目のファラオであるセケム家との墓です。この墓はセケム家との前任者ジョセルのために建築された階段ピラミッドの近くにあり、よく似た形状をしています。エジプト学者のザカリア・ゴネイムは1951年ウナス王の墳墓の発掘に携わっていました。発掘時、ゴネイムは別の建物の壁を発見し、その中心にもう一つのピラミッドが隠れているのを発見したのです。
ピラミッドを発掘すると、玉や化粧道具入れ、壺、セケム家との名が刻まれた金の宝飾品といった副葬品が見つかりました。それから3年後の1954年5月31日にゴネイムはアラバスターで封印された手つかずの石棺を発見したのです。この石棺の存在をメディアは大きく取り上げましたが、石棺の蓋はなかなか開きませんでした。蓋を開けることができたのはそれから一月が経った後のこと。政府高官やジャーナリストがカメラを構える前で石棺が開かれることとなったのです。石棺は1954年6月26日に開けられました。ですが1000年ほど手つかずで盗難にあった形跡がないにもかかわらず、中には何も入っていませんでした。世間はこの結果に落胆し、ゴネイムは批判の的となりましたが、当時の大統領ナセルはゴネイムを擁護して彼の功績を称えました。それからゴネイムは埋もれた謎のピラミッドという書籍を出版、講演も行うなど活動を続けていましたが、この頃からゴネイムは当時の発掘に携わったエジプトの役人から嫌がらせを受けるようになったのです。海外で講演を行いエジプトに戻ると、ゴネイムは何度も警察に呼ばれ尋問されては監視されました。そしてゴネイムは不正を行った証拠がないにもかかわらず、副葬品を国外へと持ち出した疑いで起訴されてしまったのです。ゴネイムは優秀な人物で、エジプト学者ジーン・フィリップ・ラウアーも彼を擁護しましたが、嫌がらせや尋問は日に日に厳しさを増していきました。ラウアーは自力でゴネイムが国外に持ち出したとされていた遺物がエジプト考古学博物館に隠されているのを突き止めましたが、この事実が公表されようとしていたまさにその時、ナイル川でゴネイムの遺体が発見されました。この事件は未だに陰謀説や自害説が議論されています。ラウアーは1963年、友人たちと共に埋もれたピラミッドの発掘を本格化させました。彼らは地下室やトンネルを発見し、ゴネイムがかつて発見したような副葬品があるのを確認しましたが、ミイラの姿は発見できませんでした。より内部を詳しく調べようとしていた矢先に発掘は中止となり、それ以来調査は行われていません。政府関係者はセケム家とがこのピラミッドの近くに埋葬されていると考えています。このピラミッド周辺は現在一般公開されていますが、地下へ入ることはできません。かつてゴネイムは埋もれたピラミッドの発掘に携わる25年前にクフ王などの相談役だったセネブの墓と思われる遺跡の発掘調査にも約1年間参加していました。セネブと思われる墓は非常に豪華なことから、彼が高い地位に属していたと思われます。エジプト考古学博物館にはセネブと家族の像が展示されていて、古代エジプトでの影響力をうかがい知ることができます。セネブは軟骨形成不全症を患っていたとされていて、体が非常に小さい人物でした。彼の墓の周辺からは高い地位にあった人物たちの像も発見されていて、皆体が小さい人物ばかりです。他の古代文明でも小さな人たちは評価されていて高い地位にいました。同様にファラオたちも小さい彼らを高い地位に置いたのは不自然なことではありません。ですが一部を除いて彼らのミイラは見つかっていません。発見されたミイラも後に行方不明になっているのです。盗掘された可能性もありますが、盗掘の目的は大体が副葬品でミイラではありません。そのためこの状況は不自然としか言いようがないのです。誰が何の目的でミイラの一部を持ち去ったのか、理由は今も分かっていません。埋もれたピラミッドやジョセル王の階段ピラミッドの近くには多層ピラミッドの遺跡があります。形状は階段ピラミッドに似ていますが、発掘の歴史は実に奇妙です。このピラミッドはジョン・シェイ・ペリングとエジプト学者で建築家のアレッサンドロ・バルサンティのチームがそれぞれ約60年近くにわたり発掘調査を行いました。中でも1900年から1910年にかけてその調査内容が注目されるようになったのです。調査の結果、副
装品は見つかりませんでした。さらに地下通路に関する報告がペリングとバルサンティ、それぞれ下部構造の公式図だけではなく、基本的な部分の見解も異なっていたのです。王の埋葬室と思われる地下の部屋も謎が多い場所です。この部屋に続く廊下は狭く、石棺を運び入れることはできません。さらに、この部屋の上には巨大な回廊があったはずですが、1910年後半の発掘調査からは回廊の記述が削除されています。そして1970年、周辺の砂漠地域が軍事区域となり、発掘調査はできなくなってしまったのです。このピラミッドにはさらに奇妙な点があります。それはピラミッドの地下通路や回廊が意図的に砂で埋められたことです。それにこの地域は小さな砂漠地帯で、軍事的、戦略的な面からもわざわざ軍事区域とする必要はありません。不自然なことに、周辺のピラミッドの中でも砂で埋められたのはこのピラミッドだけで、軍事区域にもかかわらず軍事施設のようなものも見当たりません。一方、そこから何百マイルも離れた地点には観光客や考古学者が集まる遺跡があります。1979年、ユネスコが正式に世界遺産物件を登録する制度を立ち上げますが、多層ピラミッドや埋もれたピラミッドはこの指定された世界遺産物件に含まれています。ですが、世界遺産は自然や人間が作り上げた遺跡や構造物で、世界的に重要なものとして特別に保護、保存しなければならないと定義しています。このピラミッドは発掘に長い期間を費やしたにもかかわらず、結局埋められてしまい、それまでの研究者たちの成果を台無しにしています。そして現在は軍事区域となっているので、世界遺産の意味をなさない状況となっているのです。さらに不思議なことに、立ち入りが制限されているのはこの区域のみ。他は国境まで立ち入ることが可能なのに、なぜこのエリアだけが立ち入り禁止なのでしょうか。またゴネームが埋葬品を密輸した疑いで起訴された事実も忘れてはなりません。ゴネームが他殺されたなら、その理由は何なのでしょうか。彼は本を執筆し、講演活動を行っていました。その活動に何か問題があったのでしょうか。そもそも埋もれたピラミッドの石棺は本当に空だったのでしょうか。石棺は発見から開けるまで一月かかっています。その間に何者かが中身を持ち出した可能性は考えられないでしょうか。多層ピラミッドの下部構造の見解が調査チームごとに大きく異なるのはなぜなのでしょうか。また何年もかけて発掘した遺跡をなぜ砂で埋めてしまったのでしょうか。そして遺跡がある場所をなぜ軍事区域としたのでしょうか。ゴネームの死に関しては実際の可能性もありますが、政府がしてきた異常な執着と敵意を考えれば、他殺の可能性も高いと思われます。エジプト学の歴史では、アラバスターで封印されている石棺の中身が空だった事例はありません。王の部屋である玄室の存在を指定したことも大きな謎の一つです。2017年、日本の森島邦博特任教授が中心となった名古屋大学の研究チームが、最先端の技術を活用して大ピラミッド内に巨大な空間があることを発見しました。ですが、この証拠を伝えてもエジプト学者たちはこの主張を否定。ブリストル大学のエジプト学者エイドン・ドットソンは、隠された埋葬品がある可能性はないと断言しています。ドットソンの意見に根拠はありませんが、このような否定的な態度はエジプト学の世界では珍しいことではないと言います。一体このピラミッドにはどのような秘密が隠されているのでしょうか。真実は謎に覆われたまま、今も明らかになっていません。はい、皆さんこんにちは、アミと申します。さて、まだまだ解明されていない古代エジプトの謎ですが、近年考古学者たちによって驚きの新事実が次々と明らかにされていってるそうです。ここではそんな古代エジプトにまつわる衝撃の真実について触れていきたいと思います。未だ謎が多い古代エジプトのミイラ。古代エジプト時代の数々のミイラは多くの謎に包まれています。現在は少しずつその謎が解明されていますが、
進歩した科学を駆使しても解明できない謎が今でも存在しています。その謎の一つは、探検家コロンブスがアメリカ大陸に到達したあの時代より3000年以上も早くエジプト人がアメリカ大陸へ航海していた可能性があるのではないかというものです。この説が取り沙汰されるようになったのは1976年のこと。エジプトのファラオ、ラムセス2世のミイラの一部をパリのミシェル・レスコット博士が電子顕微鏡で調べたことから始まります。ミイラを包んでいた布を調べると、タバコの葉の粒が布の繊維に付着していたことが分かったのです。この発見は従来の認識を覆す驚くべきものでした。当時のタバコは新大陸に存在してはいましたが、エジプトにはなかったため、そもそもタバコの存在自体知られていなかったからです。ですが学者の中にはこの発見を非難する人もいました。彼らは学芸員や考古学者がタバコを吸っていて、それがミイラに付着したと考えていたのです。そのような意見もある中、ひときわこの発見に興味を持った学者がいました。ドイツのウルムの法医学研究所に所属している毒物学者、スベトラ・バラバノバ博士です。博士は1992年に自らラムセス2世のミイラを研究することにしたのです。博士が行った研究は、ラムセス2世の腸管からサンプルを抽出して分析するもの。その結果、なんと腸管の細胞からタバコをはじめ、当時エジプトにはなかった大麻やココアも発見されたのです。この分析は2回行われましたが、2回とも同様の結果が出たことから、博士は他のミイラにもタバコの痕跡が残されている可能性があると判断、分析調査を続けることにしたのです。博士の元には古代エジプトのミイラが9体持ち込まれました。ミイラは紀元前1000年頃のもので、当時アメン神殿に住んでいた巫女や司祭のミイラもありました。博士は放射免疫測定とガスクロマトグラフィー質量分析法を用いて分析調査を行いました。すると、すべてのミイラの毛髪や軟組織、骨の中にコカインやハシシ、ニコチンの痕跡を発見したのです。さらにコカインとニコチンを摂取しなければ発生しない代謝の痕跡も確認できました。つまりコロンブスがアメリカ大陸を発見する3000年以上前に、エジプト人は新大陸のものを知っていて摂取していたことになります。ということは、エジプト人がずっと以前に新大陸へ航海していた可能性も考えられるのです。博士はこの驚くべき調査結果を論文にまとめましたが、他の研究者たちからは受け入れられませんでした。それどころか研究者たちはこの研究を突拍子もない話だと片付けたのです。この調査結果はなかなか信じてもらえませんでしたが、別の研究チームが同じ発見をしたことで再び話題となりました。チームが行った研究によると、古代エジプトのミイラはテトラヒドロカンナビノールという大麻の成分を吸った可能性が高いのだといいます。さらに研究チームはバラバノバ博士と同じように、ミイラがニコチンとコカインを摂取していたことを明らかにしました。バラバノバ博士自身もミイラの研究を続けていました。博士は論文を発表してから数十体のミイラの分析を行い、78% にコカインの痕跡が微量に残っていることを発見。博士はさらにコカインの痕跡が若いミイラの方が多く残っていることや、ニコチンやコカインの濃度も若いミイラの方が高いことを発見しました。ですが、エジプト人がニコチンやコカインを摂取していたと考えると、これらはどのようにしてエジプトへと渡ってきたのでしょうか。この謎についていくつかの説が考えられました。まず考えられたのは、研究者たちがニコチンやコカインと判断したものがエジプトの植物だったという説です。かつてエジプトにはアルカロイドを持つナス科の植物やベラトンナという植物が生息していました。研究者たちが発見したニコチンはタバコだけではなく、トマトやナスなどにも少し含まれています。同様に古代エジプトに生息していた植物ニコチアナアフリカにも少しニコチンが含まれているため、もしかしたらこれらの植物に含まれていたニコチンの痕跡が分析調査で反応を示した可能性もあるというのです。
他にも様々な説があります。ミイラの近くで喫煙していて、そのニコチンが付着したという説や、ニコチンを含んだ殺虫剤を散布していて、それがミイラに付着した説などです。ですが、これらの説は分析調査の結果から否定できます。ニコチンやコカインは体内に残されていた代謝からも発見されていて、ミイラの近くで喫煙をしてその成分が付着したなら、体内の成分にまで残っているという点と辻褄が合わないからです。そう考えると、古代エジプト人が新大陸に到達していた可能性が高いように思われますが、この説に関しては反論が多いのが現状です。まず問題と言われているのが船です。エジプトから新大陸に行くためには耐久性に優れた船が必要です。ですが、このような船が作られていた証拠は見つかっていません。また新大陸に到達していたとすれば、その航海の記録が残されているとも考えられますが、こちらも同様に見つかっていないのです。ちなみに古代エジプト人がナイル川を航行した時の壁画は残されています。壁画が示すように、古代エジプト人は航海の方法も知っていましたし、それを記録に残していました。短期間の航海に使用したと考えられる小舟もたくさん発掘されていますし、ハトシェプスト女王総裁殿の神殿にはプント遠征の際の船が描かれています。エジプト人は航海だけではなく、当時行われた旅や探検の記録も絵にする形で残していました。このことから、本当に新大陸へ航海をしていたとするなら、航海の様子や移動手段、船の構造、取引の様子などの絵が残されていないのは不自然です。果たして古代エジプト人は新大陸と交流があったのでしょうか。それともそのような事実はないのでしょうか。それとも何か別の生命体がこの事実に関係しているのでしょうか。ミイラから発見されたニコチンやコカインが一体どのようなルートをたどってエジプトへ渡ったのか、真実は今も謎のままです。ギザの大ピラミッド建造方法新説。世界的に有名なエジプトギザにある大ピラミッド、実はその構造方法は今でも謎に包まれています。外周に沿わせて通路を作った説や、ピラミッド内部に螺旋状の通路を作った説など、構造についてはあらゆる説がありますが、古代建築の専門家は自然にできた丘を基礎として建設したという説を主張しています。つまり大ピラミッドは自然が作り上げた丘の地形を利用して作られたということです。現に大ピラミッドの下には丘があると多くの専門家が考えています。実はこの丘に関してより思い切った発想をしている専門家もいます。大ピラミッドの下にあると思われる丘ですが、その大きさは想定されているよりも大きく、ピラミッドの容積の大部分を占めるというのです。今までの見解は、大ピラミッドの下にある丘は高さ20メートルほどで、ピラミッド内部の女王のままでが丘の部分だと考えられていました。丘の高さは大ピラミッド全体の高さの7分の1ほどです。ですが、この見解に異を唱える専門家シブソン氏は、丘はピラミッドの半分ほどの高さに達していると考えています。大ピラミッド内部のトンネルは石を積み上げて作ったものではなく、半分まで達していた丘を掘って作ったものだというのです。また大ピラミッドの内部にある部屋周辺の隙間には砂が大量に詰められています。これも基盤である丘とピラミッドの形状を保つために充填したものだとシブソン氏は考えています。かつて歴史家ヘロドトスはピラミッドが上から下へ作られたという記録を残しています。この記述は奇妙だという見方もされていましたが、シブソン氏の説が事実なら、この記述は矛盾しません。このことから、巨大な丘を基盤として大ピラミッドを建設したという説は本当にあり得るように思えますが、ピラミッド内部にある砂の成分は周辺のものとは別のものとも言われていて、はっきりとしたことは今でも分かっていません。シブソン氏の説が本当か明らかにするには、今より研究を進めていく必要があるでしょう。初代ファラオ、ネメス王は実在したのか。
古代エジプトの君主の称号であるファラオ、エジプト最古のファラオと言われている人物が誰なのかご存知ですか？その人物とはネメス王という人物。ネメス王はかつて上と下に分かれていたエジプトを一つの王国に統一し、第一王朝を築き上げた王だと言われています。彼はエジプト神話に登場する天空神ホルスから直接王の位を受け継いだ最初の人間の王で、古代エジプトの歴史は紀元前3000年頃にネメスからスタートしています。このようにネメス王はエジプトを統一して時間をかけながら中央集権のような統治形態を作り上げただけではなく、芸術や文学、農業、建築における技術の発展にも貢献をしたと言われています。そんなネメス王ですが、実は本当に存在していたという証拠は存在しません。第五王朝期に作られた王名表の石碑にもネメスの名はなく、存在したことを証明するものはないのです。一方で、エジプト史を著述した紀元前3世紀の高位神官マネトや、紀元前5世紀の古代ギリシアの歴史家ヘロドトスは、エジプトにおける初代のファラオにネメスの名を記しています。一方、1896年に発見された古代エジプトの碑文、ナルメルのパレットには、ナルメル王の姿が描かれています。その他の物証から、ナルメル王という人物は存在していたと考えられています。このナルメル王、ネメス王とどのような関係なのでしょうか。ナルメルのパレットには、象形文字の初期だと思われる文字が記されていました。いつ作られたものなのか年代測定を行った結果、紀元前3273年から2320年のものだと分かりました。この年代に歴史的な考察を加えていくと、エジプトが統一された時期は紀元前3000年から2850年の間だと専門家は主張しています。当時の状況を描いたと思われるパレットを見てみると、ナルメル王が上のエジプトを示す球根の形をした王冠をかぶっています。ナルメル王はメイスという打撃用の武器を手にしていて、ひざまずいている下エジプトの王に殴りかかろうとしています。つまりこの絵は、ナルメル王が武力行使で上下に分かれていたエジプトを一つにまとめていたことを表していると考えられています。このことから、ナルメルこそネメスだという説や、ネメスがエジプトをナルメルから継承したという説、ナルメルが行っていたエジプト統一事業をネメスが受け継ぎ、国を治めたなどの説などが言われるようになり、他にもスコーピオンやキング、ナルメルといった初期王朝時代のファラオたちをまとめて表した言葉がネメスだという説まであります。ネメスが本当に存在した王かは現在でも議論が行われている段階ですが、近年のエジプト学ではナルメルとネメスを同一人物と考えているようです。歴史家ヘロドトスが残した記述によると、ネメスは上下のエジプトを統一した後、干拓堤防を建設してナイル川の水流の流れを変えて首都メンフィスを作ったと言われています。高位神官マネとは、ネメスは62年間国を治め、最後はカバに踏まれて亡くなったと記しています。当時の状況について書き記した歴史家ヘロドトスや高位神官マネとは、ネメスが存在したと思われる時代から2000年も後の時代を生きた人物なので、どこまでが本当の話か疑問ですが、今後研究が進むことでメネス王の真実も明らかになるかもしれません。はい、皆さんこんにちは、アミと申します。さて、まだまだ解明できない謎が多く、日々研究が続けられている古代エジプトの謎。このチャンネルでも古代エジプトに関する話題は何回も取り上げていますが、今回はそんな古代エジプトにあったとされている謎の高度技術の数々について触れていきたいと思います。早速見ていきましょう。ピラミッド内部の恐るべき力。エジプトのピラミッドやケルトのラウンドタワーは現在観光名所として人気を集めているスポットでもあります。これらの建造物ですが、実は過去に重要な役割を担っていたのではないかと考えられているのです。気になるその役割というのは、宇宙からの電磁波を受信していたというもの。
それだけではなく、その電磁波の力を増大させていた可能性もあるというのです。宇宙の電磁波を受信していたと思われているものこそが、エジプトのピラミッドやケルトのラウンドタワーです。ピラミッドは世界中の人々が知っている存在ですが、ラウンドタワーはあまり聞いたことがない方も多いのではないでしょうか。ラウンドタワーはアイルランドで9世紀から12世紀に作られた塔の名称です。そんなラウンドタワーがアンテナの役割を果たしていると主張しているのは、フロリダ大学の昆虫学教授であるフィリップ・キャラハン氏です。キャラハン氏はもともと昆虫研究の専門家です。彼は昆虫の触覚の構造や役割について調べている最中、触覚の構造がテレビなどの無線アンテナと同じ構造をしていると考えました。このことから彼はラウンドタワーも昆虫の触覚や無線アンテナと同じ構造の特徴がある受信アンテナであると主張したのです。彼によるとラウンドタワーは零磁力を持った石で作られた建造物で、宇宙の電磁波が受信できるアンテナの役割を果たしているといいます。一見驚くべき説のように思えますが、これには科学的な根拠もあります。実際に周波数計を使ってタワーのあらゆる場所を確認してみると、波長が共鳴する床面で特に強い数値が確認できるのです。周波数のデータから考えても、タワーはただの建造物ではなく、宇宙からの電波を感知受信し、その力を増幅させていることがわかります。ちなみにラウンドタワーの周りには他の場所以上に自然が広がっています。このような現象もラウンドタワーが受信している電波の影響ではないかと考えられています。さらにラウンドタワーの中に入ると、まるで富士山を登山したかのようなヒーリング効果を得ることができます。富士山のような標高が高い山は神の山と呼ばれることもありますが、それは山頂部分が常時性の岩石があり、それらが宇宙からの電磁波を受信し増幅させるアンテナの機能を持っているためだと考えられています。このような効果を人工的に生み出す技術が9世紀頃に存在していたことは驚くべき事実です。またラウンドタワーは20メートルほどの高さの建造物ですが、宇宙の電磁波を受信する力は大きさに応じて強くなります。つまりさらに巨大な建造物であるピラミッドは、より宇宙からの電磁波を受信するため増幅の力も強くなるのです。かつてピラミッドには化粧板や頂上石があり、大きな力を受信していました。ですが現在はその化粧板などがなくなっているため、パワーは徐々に失われ、力が弱くなっている状態だと思われます。ピラミッドがある場所はエジプト西側の砂漠地帯です。かつてピラミッドの力が強かった時は、ピラミッド周辺は砂漠ではなく自然の緑に囲まれていたことが研究で明らかになっています。ですが現在エジプトの西側エリアは砂漠が広がっています。これはピラミッドの力が失われてしまったために起きたことだと考えられています。つまりピラミッドの力は自然環境にも影響を及ぼすほど大きなものだった可能性があるのです。さらに過去ピラミッドの力が強かった時は、王の間で空中浮遊も行われていたという興味深い話もあります。ピラミッドは常時性を持つ石の力を王の間に集めることで、常時性の空気を取り入れることができたと考えられています。この時に生じる反発力のパワーで人々は宙に浮くことができたというのです。この力を体感できたのは王の間に入れた人たち、王宮にいた人の中でも一部の人間のみだったはずです。もしかしたらこの空中浮遊を利用して人々を引きつけていたのかもしれませんね。現在確認できるエジプトの象形文字でも、常時性と半時性を表す文字が残されています。つまり当時のエジプト人たちは磁力の作用を知っていたのです。この磁力の知識をピラミッドの建築に役立てていたのかもしれません。ですが古代エジプト人たちは結果的に滅んでしまうことになります。高度な技術を有していたにもかかわらず、なぜ自らの危機を避けられなかったのでしょうか。ある専門家は、土地開発や戦争などの影響を受けた土地は徐々に砂漠化してしまうと語った上で次のように述べています。世界中にある砂漠は
かつてその場所に文明が存在していた証拠です。現在も謎に包まれている超古代文明ももしかしたらその中にあったかもしれませんと。ファロス島の大灯台は高度軍事基地だった。紀元前3世紀、エジプトのアレクサンドリア湾岸のファロス島に大きな灯台が建造されました。この灯台の高さは147メートルのギザの大ピラミッドと同じくらい高い約134メートルで、当時ではかなり高い建造物でした。ですが、大灯台はその後数回の地震の被害を受けてしまいます。はじめは796年。この時は全壊を免れましたが、1303年と1323年と立て続けに地震が発生し、結果的に大灯台は倒壊してしまったのです。これらの地震の後の14世紀に旅行家イブン・バットゥータは大灯台を訪れ、塔の中は倒壊していて入れないと記しています。大灯台の跡地には1480年に残骸を再利用してカーイトベイの要塞が建てられました。これにより大灯台は形状を変えて生まれ変わることとなったのです。それから時を経て1996年11月にアレクサンドリア沖の海の底でファロスの灯台の遺構が見つかりました。このファロスの灯台はかつて軍事施設として利用されていた可能性があるといいます。その根拠は灯台の大きさと構造の精密さです。総合的に判断して単なる灯台だとは考えられず、エジプト文明の知恵を集結させて建造したオーバーテクノロジー施設だと考えられています。一説によると灯台の内部にはエレベーターがあったといいます。当時灯台の光は 50km 先まで周囲を照らしていて、太陽光を集めてレーザーも走っていたようです。この灯台が本当に軍事施設だったかどうかは明らかになっていませんが、今後研究が進めば当時の状況もより解明されるはずです。古代エジプトに存在していた高度技術の数々。古代エジプトには多くの高度な技術が使用されていた痕跡があります。その一つが王家の谷の地下にある王墓の壁です。ここには数々の文字やレリーフが刻まれています。ですが、この王墓の空間は真っ暗。窓もないですし、松明を燃やした痕跡も見つかっていません。過去に合わせ鏡の連続反射を活用して照明にしたという仮説が唱えられたこともありましたが、光が弱すぎるため現実的ではないという結論に至りました。一体当時の人々はどんな方法で正確に文字や絵を壁に刻んだのでしょうか。現在一部で理論的ではないと言われている一方、その斬新な内容が注目されているある仮説があります。それは電気照明説です。これはハトホル神殿で電球を使用しているかのような描写の壁画が見つかったことで現実味を帯びている説。このことから当時のエジプト文明には電気を活用した照明技術が存在していたのではと言われるようになりました。ハトホル神殿はルクソールから北へ 50km ほど進んだ先にあるデンデラに位置していますが、神殿の一帯には他にも多くの神殿遺跡が点在しています。そのためこの一帯はデンデラの複合神殿と言われていて、ハトホル神殿もその中に含まれています。ハトホル神殿の壁画に描かれていた電球に見えるものは本当に電球のような役割を持ったものだったのでしょうか。それならなぜ古代エジプト人たちは電球の存在を知っていたのでしょうか。ちなみに古代エジプト人の中には電気を発生する魚たちの電気ショックに気づいてた人もいたといいます。このことは紀元前2750年頃の古代エジプトの文献でも知ることができます。当時はこのような電気を持った魚をナイル川の雷神と記していて、このような魚は全ての魚の守護神であると紹介しています。多くの専門家の中で意見が分かれている電球のようなものが描かれている壁画、提唱されている主な仮説は2つあります。1つ目は神話に登場する象徴を具現化したというもの。2つ目は本当に古代エジプトに電球が存在しているというものです。
二つ目の説は、オーパーツという見方をしている説ですが、このオーパーツに関する意見は、通常ははっきりとした根拠に基づいて否定されるケースが多く、説として挙げられることはほとんどありません。このことから、それほどこの描写をオーパーツだと考えている専門家が多いとも言えるでしょう。とはいえ、これは本当に電球なのでしょうか？それとも電球ではない別の物体を表したものなのでしょうか？謎は今も解明されていません。はい、ここまで古代エジプトの謎の技術について紹介してきましたが、最後にもう一つ、今までオーパーツだとされていましたが、近年の考古学的な研究によってその謎が解明されたものを紹介していきます。古代都市の遺跡アビトスの中にあるセティ一世の総祭殿、ここに残されている壁画は、かつてエジプト文明に高度な航空技術があったことを示していると考えられていました。その壁画には飛行船やヘリコプター、巨大潜水艦のようなものまで残されていたのです。ですが、この壁画は3300年前に作られたもの。当時、この壁画に描かれているような近代的な技術が本当に存在していたのでしょうか？この壁画が発見されたのは比較的最近の1997年のことです。考古学者であるブルース・ローレスが発見して以来、ネットやテレビを通じて紹介され大きな話題となりました。次第にこの壁画はヘリコプターヒエログリフと呼ばれるようになります。考古学者はもちろん、オカルト研究家たちからタイムマシンが過去に存在していたのではないかと推測する人や、エイリアンが地球に来た証だと主張する人まで現れました。有名な神話の中には、エジプト人に未来の技術を与えたとして、進化した人類の存在について触れているものもあります。この内容は、文明が発達した別の星の生命体が地球に現れ、自分たちの知恵を地球人たちに伝えているというものです。この説を信じている人たちは、宇宙人がピラミッドなどの建造物の建築に関わったと考えています。イギリス最大の超常現象調査協会の代表を務めているスティーブ・メラ氏もその一人です。メラ氏はヘリコプターヒエログリフに関する話をある話し合いの場で持ち出したことがあります。その際、この描写がヘリコプターを表している可能性も大いに考えられます。果たして当時の人々はなぜこのようなものを描いたのでしょうか？もしかしたら現実にこの実物を見ていた可能性もあるのではないでしょうか？と語りました。メラ氏のようにこの壁画を一種のオーパーツのように捉えている学者も存在している一方で、考古学者の多くはこれはただのヒエログリフで飛行船ではないと主張しています。その根拠は、当時の年代の資料を見てみると、飛行物体をはじめタイムトラベルをしたと思われる人物の情報が全く見られないからです。実は当時の記録は日々行われていた重要な行事や儀式について細かく情報が記されていたため、壁画の描写のような飛行船に関する情報が全くないのは不自然だというのが多くの会議派たちの意見です。この壁画に関する説で最も有力視されているのは、飛行船に見えるものは偶然そう見えてるに過ぎないというものです。古代エジプト人はヒエログリフに新しい王の名前などを上書きすることが多くあったようです。そのため専門家たちは、壁画の飛行船のような描写もこのような上書きなどの工程が重なったことで見えるようになったと思っているようです。総祭殿はセティ一世が生きていた時に完成せず、息子のラムセスの代にも行われることとなりましたが、ある箇所にはそれぞれの代で異なる名前を刻んでいます。この上書きされた部分が偶然飛行船のように見えてしまった。このようにも十分考えられるでしょう。はい、皆さんこんにちは。アミと申します。さて、ピラミッドといえばエジプトの大ピラミッドが有名ですが、なんと日本にもピラミッドが存在していて、さらにそこには古代エジプトと関係する壮大な仮説が展開されているのだそうです。ここでは日本に存在するピラミッドに関する謎について触れていきたいと思います。日本に存在するピラミッド。ピラミッドといえばエジプトのギザにあるものを誰もが思い浮かべると思います。
クフ王やカフラー王、メンカウラー王という3つで構成されるこれらのピラミッドは、世界最大の墳墓として世界遺産にも登録されているため非常に有名です。そんな現在でも謎が多いピラミッドですが、実は世界中にも存在していると言われ、日本にも存在しているとされているのです。それでは代表的な4つのピラミッドを見ていきましょう。秋田県の黒俣山ピラミッド。秋田県鹿角市十和田大湯にある黒俣山ピラミッドは、テラス状の構造をしており、マチュピチュなどにあるものと近い形をしているピラミッドです。頂上にある神社から数十メートル真下まで空洞があり、周辺には他にも巨石遺構や環状列石などが見つかっているため、祭壇として使用された可能性が高いとされています。そして付近にある獅子倉山、岩木山、三内丸山と大井線で結ばれていることから、人工的に後から造成された山という指摘まであるのです。そのため、上述の祭壇説が真実なら、これらの山すべてが何らかの祭祀を行う神殿という可能性が考えられます。また、太平洋周辺の古代文化などを研究している環太平洋学会が行った天文シミュレーションによると、これらの遺跡が太陽や星と並んでいたのは約4000年前頃となり、建築年代も同時期と考えられるので、かなり古い時代から存在していたことになります。岩手県の五葉山ピラミッド。岩手県釜石市にある五葉山は、森林限界を超えた高山にあるピラミッドです。数々の奇岩があることで知られており、その巨石の多くが人工物とされています。また、それに伴い数多くの祠が設置されていて、まるで聖地のような場所です。ここがピラミッドとされる理由は、山頂にある比叡神社の石造りの台座になります。台座はかなりの広さを誇っており、とても堅牢。その作りから重要な祭祀に使われていたのは間違いなく、神社が作られる以前から何かの儀式が行われていたと推測されています。他にも伝説の鉱物ヒヒイロカネが山体から発掘されたという話があり、五葉山自体が神聖なピラミッドであったのではないでしょうか。飛騨上野平を中心とする平面ピラミッド。岐阜県高山市にあるピラミッドは小高い丘の上にある列石です。現在はすべて撤去され、地元の神社に保管されているようですが、中心には太陽石が設置され、その周囲には16方位に環状石があったとされています。しかし、その本質は高山市の北方にある日輪神社を中心とした列石群の一部であり、周辺では他にも多数の列石が発見されました。さらなる調査によると、飛騨一帯の山すべてが日輪神社の16方位に存在しており、発見された列石も同様です。そのため、この地域全体がピラミッドであると判明しました。兵庫県の六甲山にある巨石群。近畿圏を代表する六甲山もピラミッドだと言われているのです。すでにご存知の方も多いと思いますが、六甲山には人の手が入っていると思われる巨石がいくつも存在しています。有名なものでは、弘法大師空海によって彫られた亀がある岩や、弥生時代に書かれたとされる古代文字が彫られたナマズ石などがあり、他にもオリオン座が彫られた岩などもあるのです。なお、現在の姿は旧日本軍による空爆演習や大阪城の城壁作成のために大きく山頂が削られた後の形となっており、巨石の乱立はその影響ともされています。そのため古来の六甲山にはまさにエジプトのピラミッドのような神殿があった可能性もあるのです。今回紹介したいずれの場所も昭和の超古代史研究家、酒井勝時によって認定されたものであり、エジプトのピラミッドと同じ形をしているわけではありません。本殿と拝殿が対にあり、中心に太陽石を囲む列石が存在するという構造の部分で、ピラミッドと類似しているため認定されたものになります。もちろん、現在の考古学では、日本のピラミッドに関しては完全に否定されています。ピラミッドとは墳墓であるというのがその理由となるのですが、今までピラミッドの中で王の遺体が見つかった例は少なく、
最近では墳墓ではなく祭祀場として作られたという説もあるのです。そうなると今回紹介したものもいずれピラミッドとして認定されるかもしれません。ピラミッドイコール神社説。日本にも存在するとされるピラミッドは、その特性上アカデミズムの分野で取り上げられることはまずありません。なぜなら上述したようにピラミッドが墳墓だからです。そうなると日本にあるピラミッドも同様に巨大な墓ということになり、現在の天皇家の存在を脅かす存在になってしまいます。実際に日本のピラミッドを研究していた酒井勝時は、政府から度重なる弾圧を受けており、研究のきっかけとなった竹之内文書同様に不敬として当時は扱われていました。しかし実際のピラミッドが墳墓ではなく、宗教儀式を取り扱う祭祀場として作られたとしたら、日本のピラミッドもまた違った性質のものとなり、新しい歴史の一つとして扱われる可能性が出てくるのです。簡単に言えば、ピラミッドは日本における神社と同様のものであり、墓ではないということになります。この仮説はかなり荒唐無稽かもしれません。すでに長い間ピラミッドは王の墓として認識されており、大多数の考古学者もそう考えているからです。しかしその中から王の遺体が出てくることは珍しく、約140基のうち12体しか発見されていません。また現在知られているものの中には、セルダブと呼ばれる遺体を入れることを想定していないものまで存在します。さらにはピラミッド以外で王の墓が発見されることがあり、現在主流である王墓説も最近では否定される傾向にもあるのです。それらを考えると、この仮説は完全に否定されるべきものではありません。実際に宗教的な意味としてピラミッドと神社は符合している部分が多く、言葉通りピラミッドと神社は同じものである可能性まであるのです。まず一つ目に、古代エジプトにおいて最高神とされるラーと、日本で最も権威のあるアマテラス大御神、どちらも太陽神であり、それぞれピラミッドではオベリスク、神社では鏡として祀られています。もちろん世界的に見れば太陽神というのは珍しくありません。しかし古代エジプトと神道ほどそれを重要視している宗教は多くないのです。二つ目は、それぞれの祭祀場に付帯するシンボルです。ピラミッドのそばにあるものといえば、誰もがスフィンクスを思い出すでしょう。一枚岩から掘り出して作られた人の顔を持つ獅子であり、王の威厳を表す神獣です。古来よりピラミッドの横に座り、ピラミッドを守ってるとされていました。しかし最近の研究では、スフィンクスは向かい合って2体存在し、実はピラミッドよりもはるか昔に作られたと言われています。それを知ると日本人ならと、ある考えが浮かぶのではないでしょうか。それは、スフィンクスとは日本でいう狛犬と同じ性質を持っているのではないかというものです。ただ王の威厳を示すだけではなく、神域を守っているとすれば、やはりピラミッドと神社は符合します。狛犬というのは犬という名前を持っていますが、もともとはヒンドゥー教に由来する獅子です。しかし古代エジプトからヒンドゥー教を経由して日本に来たのなら、何も矛盾は存在しません。神社と狛犬は神聖な場所を保護するという目的で、大昔に日本へ伝えられた可能性が出てくるのです。以上がピラミッドと日本のピラミッドが同じという仮説の大元になります。かなり壮大で信じがたいものですが、実はこれについてはすでに似たような仮説が存在しているのです。その仮説の提唱者とは、有名なエジプト研究家吉村作治氏。彼は歴史的発見である第二の太陽の船を発見し、ピラミッドは王墓だけではなく、ある種の宗教施設と考えました。つまり彼の言葉が正しければ、日本のピラミッドがまさにエジプトのピラミッドと同じ意味を持ちます。これで天皇家の正当性を傷つけることがなくなったのです。エジプトと日本のルーツとなる文明の存在。
古代エジプトと日本の共通点はピラミッドだけではありません。今では日本人の生活の一部となっている神道にはさらに多くの類似性が見つけられるのです。そのうち代表的なものを3つほど見てみましょう。1つ目はヤタガラスの存在です。ヤタガラスとは信仰者を勝利へと導く聖獣で、3本の足を持つカラスとされています。実はその3本の足、日の出、日中、日没を表すとされており、古代エジプトの神ケプリ、ラー、アトゥム、同じものを表すのです。二つ目は魂や死生観といったものです。エジプトと日本の共通性で無視できないのが魂の定義です。古代エジプトでは死んだ者がいずれ帰ってくるとされており、日本の古神道でも同じように考えられていました。魂が死という汚れを払って黄泉から帰ってくるのです。3つ目は神話です。アマテラス大御神は太陽を表す女神とされており、2人の弟がいるとされています。そして古代エジプトでは同じ太陽神であるアトムから2人の兄弟神が生まれているのです。さらにどちらの神も仲違いをし、その結果が世界が闇に包まれてしまうのです。これら3つの共通点だけでも古代エジプトと日本に何らかの関係があったのは明白であり、偶然では済ませられません。そこで古代エジプトの宗教が日本に伝播し、それが神道となったという説があります。しかしこれに関しては大きな見落としがあるのです。そもそもスフィンクスはピラミッドが作られた古代エジプトより以前に存在していたのが証明されています。また日本には水上山という世界最古のピラミッドが存在しているのです。そしてそこから導き出されるのは、古代エジプト以前にスフィンクスを作り、水上山ピラミッドを作った文明の存在です。スフィンクスは表面の風化した部分を調査したところ、その原因は風ではなく長期間の雨によるものと判明しました。そうなるとスフィンクスが作られたのはエジプトが砂漠ではなくまだサバンナだった頃にまで遡ります。その結果から推測すると、作られたのは少なくとも約7000年前、エジプトの原始王朝より前に作られたとアメリカボストン大学教授のロバート・ショックにより提唱されているのです。さらに作家であるロバート・ボーバルによると、ピラミッドの横を流れるナイル川をエジプトが崇拝するオリオン座と天の川との関係で比較したところ、奇妙な一致があったとしています。しかし正確には少しズレがあるようで、それらを自転による再三運動で修正してみると、今から12500年前ならピタリと計算が合うとの結果が出たそうです。1万年前といえば氷河期がようやく終わった頃であり、洪水や地殻変動といった現在では考えられない異常気象が頻発していたでしょう。そんな時代にあって精密な星の観察を行い、遠くから巨石を切り出しピラミッドとして組み上げた文明とは一体どんな文明だったのでしょうか。さらに日本のピラミッドの場合もかなり昔に作られたと伝承に残っているのです。いずれにしてもどちらの遺跡も当時の歴史通りに作られたものとは考えられません。世界を股にかける超古代文明がそのルーツと考えられるのが妥当なのです。現在その存在が噂されている超古代文明はアトランティスとムー、ムーの起源となったレムリアなどがあります。特にアトランティス文明の末裔は古代エジプト文明との深いつながりがあり、その子孫たちがピラミッドを作った可能性はかなり高いのではないでしょうか。アトランティス文明にはピラミッドの設計図などが残されており、それらに従ってピラミッドという巨石遺構を建てたのかもしれません。はい、このように日本に存在するピラミッドを紐解いていくと、アトランティス文明に行き着いてしまうという大胆な仮説ですが、なかなか面白いですよね。ですが古代エジプトと日本についての関係はまだまだ深掘りできそうです。さて一体どういった謎が存在しているのでしょうかね。はい、皆さんこんにちは、アミと申します。さて
古代に異星人が来訪して人類を作り出したという説に代表される古代宇宙飛行施設。これに関連して旧ソ連が極秘の調査を行っており、なんと実際に古代の異星人のミイラを発見していたと言われているんですね。これは一体どういうことなのでしょうか。早速見ていきましょう。プロジェクトイシスとは、1945年から1989年までの間、アメリカ合衆国を代表とする西側諸国と旧ソ連を代表とする東側諸国によって武力を伴わない戦争、冷戦が起こっていました。互いに威信をかけ、経済や軍事、科学技術などで熾烈な争いを繰り広げたのです。そして相手国を出し抜くために数々の作戦が立案されました。プロジェクトイシスはその中の一つ。アメリカに対し技術力で遅れを取っていた旧ソ連が宇宙人の技術を使うことで競争の優位に立とうと考え生まれました。この作戦は1947年にアメリカのニューメキシコ州で起きた UFO 墜落事故ロズウェル事件からも大きく影響を受けたとされています。旧ソ連はロズウェル事件が起きた際にアメリカが UFO の残骸と宇宙人の遺体を回収したという話を入手、宇宙人の驚異的なテクノロジーが敵国に渡ったとしたら国家存亡の危機になると考えたのです。そこで自らも宇宙人の遺体を発掘、その技術を手に入れるためこの作戦を発動させました。なお調査には当初複数の候補地があったとされています。その理由は第二次世界大戦以前にはオカルト的要素を持つ研究が各国で盛んに行われており、その過程で世界各地の宇宙人伝説が集められ旧ソ連もその情報を持っていたからです。またオカルト研究において他国と一線を画していたナチスの科学者たちが大戦後に旧ソ連やアメリカに連行されたのも関係しています。連行されたナチスの科学者たちは終戦後にもその研究を続けていました。そしてナチスが発見したとされる宇宙人のテクノロジーやその発見場所のデータを自分たちを連行した国に提供していたのです。そしてその場所は最終的にはエジプトのギザ台地付近に決まりました。決定の理由はギザ台地付近に残る伝承と噂、そしてエジプト政府から提供された情報です。ギザ台地一帯には古くから地球を訪れた神々の伝承が残されており、ロシアの諜報機関 KGB はその神を宇宙人と信じていました。またエジプトに存在する羽のついた神々の壁画に旧ソ連の科学者たちは興味があったようで、それらを宇宙人の絵と考えたからとも言われているようです。しかし候補地選択の決定打になったのはアラブやアフリカにいる遊牧民族ベドウィンたちの情報と言われています。情報によるとベドウィンたちは砂漠を移動中に偶然にも神の墓を発見、二人がその中へ入ったそうです。しかしその後体調が悪化し病院へ、そして謎の病によって倒れるまでに詳しい墓の中などをエジプト当局に報告、それが旧ソ連に伝わったとされています。また倒れたベドウィンの一人マグバラド・アルゾアは神の墓がギザの大ピラミッド群にあると証言、さらに KGB とエジプトの情報員から尋問された際には空から神が再びやってくるとしきりに語ったともされています。そして1961年プロジェクトイシスは開始されました。この作戦には軍人が約1万3000人ほど参加したと言われており、他にも旧ソ連のソビエト科学アカデミーの科学放射線を専門とする専門家や科学者がいたとされています。また主導したのは KGB ですが、エジプト政府からの協力が必要だったため当時のエジプト大統領であるガメル・アブデル・ナセル大統領の側近だったサミ・シャラフが指揮を取っていたそうです。そしてプロジェクトイシスの情報をリークした元ロシアの国家科学顧問であるビクトル・イワノビッチ博士によると、神の墓の発見は成功したといいます。ただしこのプロジェクトの真相については公式に公開されていません。あくまでリークのみです。しかし証拠とされるビデオも存在しており、その信憑性は高いといえます。旧ソ連調査チームは
神の墓とされる場所で一体どんなものを見つけたのでしょうか。神の墓で回収されたもの。プロジェクトイシスは旧ソ連が行った発掘調査です。彼らは神イコール宇宙人と考え、その技術を手に入れるために神が眠るとされる場所を調査していました。そして彼らはエジプト政府協力のもと、ギザの大地にて神の墓をついに見つけ、その内部にて数々の発見をしたのです。それでは彼らは一体どんなものを発見したのでしょうか。リークされた情報に限定すると、見つかったのは異物で満たされた15個の箱、多数の碑文、石棺内でミイラ化した宇宙人の遺体です。これらの情報は KGB の上級将校が作ったとされるメモに書き残されました。しかし異物に関しての詳細な情報はリークされていません。ただ発見された碑文やミイラ化した宇宙人については、詳細とは言えないまでもある程度の内容が記されています。まず発見された碑文は全て象形文字で記されており、保存翻訳されたそうです。そしてその内容は、翼あるものとされる神の裁縫について書かれたものとされています。この内容は神の墓に侵入したとされるマグバラド・アルゾアが倒れる前に語っていたものと奇妙にも一致しており、彼の見たものが正解だったと判明。ただ裁縫する時期などは書かれておらず、神の裁縫が何を意味しているのかも分かっていません。次に石棺内に収められていたミイラですが、こちらは全長2メートルもあり、古代エジプト人と比べてかなり大きかったと書かれています。また分子生物学者ボリス・ティモエフが炭素年代測定法にかけたところ、作られたのは約1万3000年前というのが判明。さらに一緒に埋葬されていた服飾品からミイラが神格化された人物というのも分かったのです。以上の理由により、彼らは見つかったミイラを神、つまり目的の宇宙人と断定、ついにエジプトの女神であり翼を持つ神イシスと思われる宇宙人の遺体を調査隊は発見したのです。しかしミイラを詳しく調査したところ、性別は女性ではなく男性であることが分かり、今回発見されたのはイシスではなくオシリスだったとメモには残されています。またこのミイラ発見についてはメモだけではなく映像にも残されていたようで、そちらもリークされました。映像は KGB のアーカイブに残されていたもので、 KGB とエジプトの諜報員が石棺を開けているところや、見つかったミイラの姿、それを運ぶ姿などが映されています。なお発見された神の墓には何らかのバリアが使われていたとされており、調査中に不可解な反発力を感じたとメモにありますが、その力についても詳しい記述はありません。メモにあるのは同行した科学者たちが科学的な解明ができなかったということだけです。いずれにしても旧ソ連が宇宙人のテクノロジーを手に入れたかどうかは未だに謎となっており、運び出されたオシリスのミイラがどうなったのかも分かっていません。ただ噂によれば、本題であったテクノロジーの入手はできていないと言われ、それはリークされた映像からも分かると言われています。実際に技術が手に入っていたのなら、それを映している部分があるはずだからです。またこの情報をリークしたビクトル・イワノビッチ博士もこれ以上のことは語っておらず、噂が本当の可能性はかなり高いと言えます。しかし KGB が公開しなければ真相のほどは分かりません。 CIA の宇宙人ファイルのようにいつか公開されることを祈りましょう。古代エジプト文明を作った神々。旧ソ連はプロジェクトイシスによってエジプトにあるギザの大地から神のミイラを発見し、それを宇宙人と断定、作戦は成功したとしています。しかしなぜ彼らは古代エジプトのミイラを宇宙人であると確信していたのでしょうか。それには古代宇宙飛行士来訪説というのが関係しています。この説は作家のジョージ・ハント・ウィリアムソンが初期の構想を作り、その後SF 作家のエイリヒ・フォン・デニケンや高名なオカルティストであるゼカリア・シッチンなどが説を補強して生まれました。そしてその中に古代エジプトへ技術を伝えたとされる神イシスやオシリスが異星人だったという説があるのです。これを提唱しているのは
宇宙考古学者であり作家でもあるロバート・テンプル。彼は自身の著書であるシリウスミステリーの中で蒸気の説を発表したのです。もちろんこれはあまりに荒唐無稽とアカデミックでは一蹴されました。この説の土台となった民族史学者マルセル・グリオールのアフリカに住むドゴン族に関する記述が当時すでに学会で否定されていたからです。また同様にシリウスミステリーの基礎部分になっている人類学者ジュルメーヌ・ギテルランによるドゴン族の研究も証言のサンプル不足として却下されていました。しかし古代エジプト文明を詳しく調べていくとロバート・テンプルが提唱した説が間違いとは言い切れません。まずエジプトの技術の発展に対してその途上にあったはずの知識の蓄積が見つかっていないのです。文明というのは段階を経て進化していきます。それは知識がどんどんと蓄えられ、それらを使って技術が発展していき、そこからより高度な文明が作られるからです。そのため、どんな文明にもそれをたどっていける歴史があり、たとえ途中から違う文明になったとしても、その過程は追っていけます。しかし、古代エジプト文明の場合は、突如、ギザの大ピラミッドや巨大神殿などを作る技術が現れているのです。もちろん、ナイル川周辺には古代の農業跡などが残っており、それはさらに古い時代からエジプトに文明が存在したことの証明です。そうなると、巨石以降を作った古代エジプト文明の技術は、どこかから伝えられたとしか考えられないのです。そこでエジプトに語り継がれる神話や伝承に注目してみましょう。伝えられている伝承には、天空から空飛ぶものが現れ、土と水から新しい国を作り出したというものがあり、その技術を伝えたものが異星人だと間接的に告げています。また、古代エジプト人たちは神のことをネテルと呼び、それは宇宙から来たものを指しているのです。さらに、オシリスを祀っているアビドス神殿には、飛行機などの近代的な乗り物やオシリスが降臨の際に乗っていたとされる UFO のような船まで描かれています。そして神話ではエジプトの王朝は空から船に乗ってやってきたオシリスによって作られたとしているのです。しかし旧ソ連が行った王の墓発掘調査であるプロジェクトイシスでは神が宇宙人だったという明確な証拠は発見されなかったと言われています。それではロバート・テンプルが提唱した古代宇宙飛行士来訪説はあくまで神話であり想像上の産物だったのでしょうか。実は旧ソ連が探していた場所は全くの見当違いであり、正しい場所は大ピラミッドまたはスフィンクスの隠し部屋にあるという話があるのです。そしてそれを裏付けるように著名な霊視能力者であるエドガー・ケーシーは1947年に一つの予言を残しています。彼はギザに記録の宝庫という場所があり、アトランティスの時代の記録が残されていると言葉を残したのです。もちろんこの予言には信憑性がないとされました。しかし、古代エジプトのヒエログリフには同様の記述が残されているのも事実で、そこにはアトランティスの記録をモニュメントに残したと書かれているのです。また1996年に行われたスフィンクスの修復作業においてその地下に記録の宝庫が見つかったという話もあります。見つけたのはエジプト考古庁の要請で作業に参加していたショール財団の主催者ジョゼフ・ショール。彼はそこで大量の古文書を発見。その中に古代エジプトでアトランティス人を意味するアルトゥカの存在に触れたものがあったとしています。ただし、これらについては明確な証拠というのは出てきていないのも事実です。あくまで噂のみとなり、信憑性は高くありません。しかし、1993年、ドイツ人の機械技師であるハドロフ・ガンデンブリンクが、記録の宝庫の存在を証明するかのような大発見をしました。彼は小型のロボットを遠隔操作することで隠し部屋を見つけたのです。当然この知らせは世界中に伝わり、大きな話題になると続報に注目が集まりました。しかし、なぜかこれ以降の調査は認められなかったのです。その後、
1998年に古代エジプトの研究家であるナイジェル・アップルビーが記録の宝庫の調査を始めます。彼は隠された部屋の本当の場所はギザから約 13km 北にある地点の地下にあると主張。それらは古代エジプトの総裁書、死者の書やユダヤ教、キリスト教の聖書にも載っているとしました。そしてオペレーションヘルメスという計画を立ち上げたのですが、こちらは何者かの執拗な妨害により頓挫。以降隠し部屋に関する調査は行われなくなります。しかし同年の1998年、エジプトの考古庁は大ピラミッド内にある謎のトンネルの発掘を開始。それからしばらくして大ピラミッドの修復作業を理由に突如一般公開を停止したのです。このタイミングは非常に不可解でした。さらにこれ以降大ピラミッドには完全な情報統制が敷かれています。そうした状況からエジプト政府は謎のトンネルで記録の宝庫を発見したのではないかという噂が生まれました。もし噂が本当だとすると彼らは一体何を見つけたのでしょうか。もしかするとエドガー・ケイシーやジョゼフ・ショール博士の言うように古代エジプトの神が宇宙人でありアトランティス人だったという証拠を見つけたのかもしれません。はい、皆さんこんにちは、ザツコです。さて、古代文明の中でも謎が多く高度に発展していたと言われるエジプト文明、現代科学で見てもあまりに高度な文明であることから、中には地球外生命体が存在していたのではないかという説を唱える研究者もいます。ここではそんな古代エジプトに宇宙人が存在していた証拠と思われる説を紹介していきます。早速見ていきましょう。その昔、古代エジプトでは高度な文明が確かに存在していました。天文観測はナイル川の氾濫状況を知るために行われていたと言われていますし、氾濫した後区画がわからなくなった農地を正確に示すために測量術が発達しました。その他にも太陽暦や幾何学、天文学などが当時広く使われていたことがわかっています。ですがこれらの文明は当時の時代背景から考えると極めて高度な内容です。そのため専門家の中には、古代エジプト人たちの文明は異星人たちによってもたらされたのではないかと考える人もいます。今回の動画では当時の状況を検証しながら、異星人がかつて古代エジプト人と交流していた可能性についてご紹介していきます。スフィンクス地球外文明建造説。エジプトのギザにある有名な大スフィンクスを建設したのは、かつてエジプト王国を治めていたカフラー王だと考えられています。ですが現在この説を覆す学説が唱えられていて、スフィンクスの建造された年代が改めて注目を集めています。この学説のきっかけとなったのは、フランスの考古学者オギュスト・マリエットが紀元前678年から525年に書かれたインベントリステラを発見したことです。このインベントリステラに残されているスフィンクスに関する記述には、クフ王が君臨する以前から建設されていたと記されているのです。ここで時系列を整理していきましょう。一般的にはスフィンクスを建設したのはカフラー王だと言われています。クフ王はこのカフラー王よりも前に王国を治めていた人物。つまりインベントリステラに残されている記述が正しいとすれば、スフィンクスは通説で言われている時代よりも前に建造されたことになります。さらに記述ではクフ王が君臨する以前に作られたとされています。ではいつ誰がスフィンクスを建造したのでしょうか。これに関してウクライナの研究者チームは、スフィンクスが作られたのは80万年前のことだという内容の論文を発表しています。この論文の時系列が正しいなら、驚くべき事実を示していることになります。なぜなら今から80万年前は文明のみならず人類そのものが存在していないからです。このことからスフィンクスは人類ではなく地球外生命体が作った建造物である可能性がより注目を集めるようになりました。
このようにかつての古代エジプト文明に地球外生命体が関わっていたと考える専門家は多くいます。有名な霊能力者のエドガー・ケイシーもスフィンクスが建造されたのは紀元前1万500年のことで、作ったのはアトランティス人だと主張しています。さらにイギリスの作家グラハム・ハンコックはコンピューターでシミュレーションを行い、スフィンクスが建造された時期を分析すると、スフィンクスの目線と獅子座の位置がちょうど一直線になるのが1万500年前の春分の日だと判明しました。これは霊能力者エドガー・ケイシーが導き出した年代と一致するものです。スフィンクスの建造の過程や目的については他にも様々な説が提唱されています。紀元1世紀の博物学者ガイウス・プリニウス・セクンドゥスは、自然界について記載した百科全書博物誌の中で、かつて古代エジプト人は神としてスフィンクスを大切に崇めていたと記しています。アメリカの作家ロバート・テンプルは、スフィンクスはアヌビスというエジプト神話に登場する神になぞらえて建造された。スフィンクスの姿形はアメーエムハト2世に似せていると述べていたり、他にもスフィンクスは古代エジプト神話に出てくる神オシリスの墓だという説もあります。さらに前世は火星人だったと証言する少年が、かつてスフィンクスの実態について詳細に語ったことも話題となりました。彼が語った内容は次の通りです。スフィンクスの耳の裏には内部に入り込める入り口がある。また本来の人類の歴史は今とは違う。真実の歴史や当時の高度な技術はスフィンクスの中に残ったままだ。その秘密は私たちの生活を大きく変えるほどの影響力がある。最近行われた調査では、スフィンクスの胴体部分に縦状の穴が確認されたほか、地下に空間がある部分、金属反応がある部分が存在することが確認されています。これらの調査内容は一体何を指し示しているのでしょうか。超能力者エドガー・ケイシーは、古代文明の秘密はスフィンクスとピラミッドの間の通路内に存在していると述べています。スフィンクスの地下には確かに空間が存在することが分かっています。現在目には見えないスフィンクスの内部に大きな謎を解く鍵がある可能性は否めません。さらにオーパーツのエメラルドタブレットにもスフィンクスに関連した記述があります。岩の下の深いところに宇宙船を沈めた。宇宙船の上にはライオンのような人をかたどった建造物を建て、その下には我らの宇宙船を収めた。宇宙船は必要な時に再び姿を現すであろう。果たしてこの記述内容通り、スフィンクスの下には地球外生命体の宇宙船が存在するのでしょうか。仮にそうなら、スフィンクスはいつ誰がどのような目的で建造したのでしょうか。事実は今も謎に包まれたままです。ピラミッドで発見された宇宙人のミイラ。古代エジプトの第18王朝のファラオ、ツタンカーメン。そんなツタンカーメンのミイラが1922年に発見され、世界中で大きな話題となりました。ツタンカーメン自体のミイラが発見されたことも驚くべき事実ですが、実はこのツタンカーメンの棺のすぐ横には得体の知れないミイラも発見されていて、研究者たちはより衝撃を受けたそうです。この奇妙なミイラは当時胎児のミイラだと思われていましたが、 CT などで詳しく検査をしたところ、人体の構造とは異なる点が見られました。以来このミイラは地球外生命体ではないかと注目を集めています。画像や CT の分析によると、このミイラは頭部と手が非常に大きい特徴が見られます。これらの特徴は今まで発見されている宇宙人と特徴が似通っています。果たしてツタンカーメンのミイラの横にあったのは宇宙人のミイラだったのでしょうか。ミイラの分析に携わったカイロ大学のアシュラフ・セリム博士は、この奇妙なミイラについて次のように語っています。ツタンカーメンはそもそも子供がいません。だからこそ横にあった小さなミイラの存在はとても驚きました。
最初に奇妙だと感じたのは手のサイズです。病気の可能性も考えましたが、分析の結果そのようなことはなく、現在もミイラの手が大きい理由ははっきりと分かっていません。ツタンカーメンのミイラと一緒に発見された奇妙な小さなミイラ、詳しい分析が進むことで、今後もしかしたら地球人と異星人とのつながりがより明確になるかもしれません。ピラミッド、宇宙人建造説。現在も多くの謎に包まれているギザの大ピラミッド。科学が大きく発展した現代であっても、建てられた目的や方法ははっきり分かっていません。このギザの大ピラミッドが建造された年代は、紀元前2500年だと広く認識されていますが、考古学者の中には、通説よりもずっと昔である紀元前7000年から5000年に建てられたと考える人もいます。ですが、古代エジプト文明は紀元前3000年頃に始まったことが分かっていることから、後者の説は大きな疑問が残ります。仮にギザの大ピラミッドが紀元前7000年から5000年に存在していたなら、一体誰がどのような技術を駆使してこれほど精巧な建造物を建てたのでしょうか。この疑問に対して、ある専門家は、ピラミッドは大昔に地上に存在していた巨人によって作られたものだと考えています。神話や言い伝えでたびたび登場してくる巨人、果たして本当に存在していたのでしょうか。巨人の神話で最も古いものは紀元前4000年頃の話です。当時はシュメール文明の時代。シュメール文明はメソポタミア周辺で広まった世界で最も古い都市文明で、残されている神話にはアヌンナキに関する記述もあります。残されているシュメールの浮き彫り加工された仏像から、アヌンナキは巨人のような姿形をしていることがわかります。人類よりも大きく体格もがっしりしていたと思われるアヌンナキを、当時の人々は特別な存在として崇めていた可能性があるのです。シュメール神話で最も位の高い神アヌは天空神であることから、アヌンナキは宇宙から飛来してきたのではないかとも言われていますが、これもまだ推測の段階です。またアヌンナキと深く関わっていたとされるシュメール人も、実はどこから訪れた民族なのか現在も分かっていません。シュメール人は高度な天文学などを駆使していたことで知られていますが、これらの知識や文明をどこで養ったのか、何を元にしているのかも謎のままなのです。エジプトのピラミッドは巨人によって建てられたという説の根拠は、古代エジプト時代に描かれた壁画に残されています。壁画には背の低い人間とその何倍も大きな背丈をした人間が争っている様子が描かれています。この壁画は古代エジプト人と巨人たちが争う様子を表していたとも言われていて、巨人の存在につながる物証として注目を集めています。研究者のグレゴール・シュペリは1988年にある老人から巨人と思われる人物の指を見せられたといいます。その指の大きさから換算すると身長は5メートルほどになるようです。ピラミッドの建造方法が謎に包まれているのは、そもそも人間の筋力では作れないものだからではないでしょうか。ですが、仮に作ったのが身長5メートルほどある巨人だとすれば、巨大な岩石を運ぶのも人間以上に容易だったはず。さらにピラミッドが巨人のサイズに合わせて作られたと考えると、その建造物自体の大きさにも合点がいきます。また、世界各地では巨大な石を積み上げた巨石文明の痕跡も残されています。これもピラミッド同様、かつて巨人が存在していたとすれば、建造するのは人間以上に容易だったはずです。現在巨人が地上から姿を消してしまったのは、過去に起きた大洪水や病気が流行ったためなど、様々な説がありますが、一つ興味深い説があります。それは、人類と巨人は歴史の中で交配をしてきたという説。その結果、人類の中に一定数巨人の特徴を持った人類が誕生していたのだといいます。
この説が本当なら、巨人たちが建造したピラミッドを巨人と血がつながった人類が何らかの形で継承した、もしくは巨人たちと争って奪った可能性が出てきます。さらにピラミッドを宇宙人が建造したという説に関する根拠の一つとして、旧ソ連による極秘ファイルの存在が挙げられます。このファイルは極秘に行われたイシスプロジェクトによってまとめられたもので、調査内容の中にエジプトの大ピラミッドに関するものも含まれていました。プロジェクトが行われたのは今から約60年前の冷戦期間中。そんな極秘プロジェクトに関わっていた科学者の一人が近年驚くべき事実を明らかにして話題となっています。それは1961年当時のエジプト政府高官からサポートを受けて大ピラミッドの調査を行ったところ、ピラミッドの内部で古代エジプトの神を祀ったものとみられる墓を発見したというもの。その科学者によると、この墓で祀られている神は古代エジプトの人々に知識を授けたといわれる天空の神だったといいます。さらに極秘プロジェクトでは、大ピラミッドは宇宙船を変化させるほどの力を持っていると報告されているといいます。これは一体何を意味するのでしょうか。大ピラミッドは空からエネルギーを集約させることが可能で、得たエネルギーを変化させられるとも言われています。つまりピラミッドは地球外の生命体の手で作られ、ピラミッドの内部には宇宙のエネルギーを集約できる要素も組み込んでいるというのです。いかがでしたか。ピラミッドに関する謎の多くは未だ解明には至っていません。果たしてピラミッドを作ったのは、かつて地上に存在していたと見られている別の星から飛来した巨人、つまり宇宙人たちなのでしょうか。また一体どのような目的でピラミッドを作ったのでしょうか。今後研究が進むことで謎が明らかになるかもしれません。はい、皆さんこんにちは、アミと申します。さて、未だにその全貌が解明できない古代エジプトの謎、まだまだ皆さんが知らない驚愕するような謎が隠されているのだといいます。早速見ていきましょう。古代エジプト文明は謎の宝庫です。毎年のように新たな発見がされて、これで謎が一つ解けたと思いきや、逆に謎が増えたり深まったりを何度も繰り返しています。そんな数多くの謎に満ちた古代エジプト文明すべての根底にある謎、それは21世紀の現在にも匹敵するテクノロジーを約5000年も昔のエジプト人たちはどうやって手に入れたのかということです。ピラミッドなどの巨大建造物も、ツタンカーメンの黄金のマスクも、高度な知識や技術があるからこそ作ることができたと言っても過言ではありません。同じ頃、日本では縄文時代だったことを考えると、当時のエジプトがどれほど進んでいたかがお分かりいただけると思います。誰が編み出したのか、あるいはどこからもたらされたのか、その由来には古代エジプト人たちが神と呼んだ存在が見え隠れしてくるのです。2017年、ドイツのチュービンゲン大学とマックス・プランク人類歴史科学研究所が、紀元前1400年から紀元400年頃の古代エジプトのミイラの DNA を分析しました。その結果、古代エジプト人は遺伝子的にはかつてのレバント地方の人たちと最も近いことが分かったのです。なお、現代のエジプト人はおよそ 8% の割合でサハラ以南のアフリカ人と遺伝子の先祖を共有していて、古代エジプト人とはルーツが違うそうです。レバントは最初の農耕が始まった場所とされ、シリアのテルアブフレイラ遺跡では最古級の農耕の跡が発見されています。そしてレバント地方はシュメール文明が栄えたメソポタミアとエジプトの間に位置しています。シュメール人といえば、高度に発達した文明を持ち、惑星ニビルに住むアヌンナキによって地球に送り込まれたという伝説で有名ですね。古代エジプト人のルーツがシュメール文明が栄えた地域の隣だったと聞くと、古代エジプト文明が高いテクノロジーを持っていたことと何か関係があるのかも、とつい深読みしたくなりますね。古代エジプトのテクノロジーの結晶、ピラミッドを作ったもの。長い間ピラミッドは王の墓と言われ続けてきました。しかし今では
多くの研究者がピラミッドは王の墓ではないと主張しています。ならば何のためにあんなにも巨大な建造物を作ったのでしょう。史上初のピラミッドと言われているのがサッカラにあるジェセル王の階段ピラミッドです。ジェセル王のピラミッドを設計したのは当時の宰相であり建築家のイムホテプでした。イムホテプは後世のミイラ政策にも影響を与えた人物です。政治家や建築家以外に優秀な医師でもあり、死後には神として崇められたまさに天才でした。また彼は知恵を司る神トト神に仕える神官でもありました。なおプラトンがディマイオスとクリティアスに記したアトランティスの物語は、もともとはアテナイの政治家ソロンがエジプトの神官から伝え聞いた話だったとか。その神官の名前などは伝わっていませんが、なぜエジプトの神官がアトランティスを知っていたのでしょう。文明の痕跡が何らかの形でエジプトに伝えられて、それを知っていたイムホテプがアトランティスの巨石文明の再現を試みたのでしょうか。古代エジプトとアトランティスにはどちらも高度なテクノロジーを持っていた、宇宙人との関わりが根強く主張されているという共通点があります。研究者の中にはイムホテプは宇宙人だったのではという人もいるそうです。そしてイムホテプが活躍した時代の数十年後、全てのピラミッドの中で一番の大きさを誇るクフ王のピラミッドはまさに古代エジプトのテクノロジーの集合体です。例えばクフ王のピラミッドは一度の15分の1という正確な精度で4つの面が東西南北ぴったりに向けられています。アマチュア考古学者のグレン・ダッシュは、古代エジプト人は周分を利用して正確に東西南北に合わせたと論文で発表しましたが、実際に古代エジプト人たちがどんな方法を使っていたのかは未だに謎のままです。そして2019年1月、イギリスのエキスプレスは旧ソ連の諜報機関 KGB が作成した秘密ファイルに、エジプトの大ピラミッドはエイリアンが作ったもので、宇宙船を変える力を持つ巨大な機械であるとの報告があったと報じました。このファイルはその調査記録とのことです。KGB のとある科学者は、大ピラミッドの形は地球と共鳴するように作られていて、宇宙からのエネルギーを受けて核融合のような反応を起こし、星々の光を集めて変化させる力を持つと語ったそうです。また、ピラミッド調査に関わったという旧ソ連の科学者、ビクトル・イバノビッチは、動画配信サービスの番組内で、大ピラミッドは古代エジプトの神を祀った墓で、眠っているのは古代エジプトの時代にこの地を訪れて人々に知恵と知識を与えた天空の神と証言しました。 KGB がエジプトの大ピラミッドはエイリアンが作ったと報告をしていることから考えて、イバノビッチが言う人々に知恵と知識を与えた天空の神とはエイリアンの可能性が高いと言えるでしょう。知恵と知識を与えた神、イムホテプが仕えていた知恵を司るトート神に何だか似ている気がしませんか？天才イムホテプの知恵の源は、もしかしたら宇宙からやってきた神だったのでしょうか？ピラミッドが作られた別の場所。2017年、イギリスのデイリーメール紙などが、紀元前3000年頃に古代エジプト人らはヨーク岬からオーストラリアに上陸し、巨大ピラミッドを建設していたかもしれないと報じました。アマチュア考古学者のコ・レイ・ジョンソンが1970年にカリオン国立森林公園で発見したヒエログリフがその証拠とされています。ジョンソンが解読に成功したというゴスフォードグリフの内容は、神託を受けた古代エジプト人らはエジプト王族のネフェルティルとクフ王の息子のネフェルド・ジェセプと共に2年の航海を経てオーストラリアに到着。神託とは違う過酷な土地に嘆きつつ、ネフェルティルの王墓を建てたというものだったそうです。オーストラリアのピラミッドは脱建造されたと書かれていたそうですが、そのうちの一つはすでに破壊されてしまい、もう一つはケアンズ州のウォルシュピラミッド山に隠されているとか。しかし、ウォルシュピラミッドは
ウール・ノーラン国立公園の敷地内にあるため、残念ながら現在まで発掘作業は行われず、真相は謎のままです。研究者たちからはコスフォードグリフの信憑性を疑う声も上がっています。とはいえ、もしジョンソンの解読した内容が事実ならば、ピラミッド建設もさることながら、古代エジプト人はエジプトからオーストラリアまで到達できる航海技術を持っていたということで、新たな謎がまた増えそうですね。またピラミッドは太陽系外の惑星で作られて地球に運ばれてきたという説を唱える人もいます。その人によると、当時の技術では巨大な石を均等に切り出すことは不可能で、そこには宇宙人が関与している。ピラミッドで石をつなぎ合わせるために使われている漆喰の成分は再現不可能の謎の物質。これは地球外のものなので現在では作ることができない。ピラミッドを作ったのは巨人の宇宙人などなど、ピラミッドは 100% 地球外製で、詳しくは言えない理由で地球に運ばれたとのことです。もしそれが事実だとすれば、ピラミッドは何のために作られ、どうして地球に運ばれたのでしょう。そして古代エジプト人たちはどんな目的や理由でピラミッドを受け入れたのでしょうか。少年王の呪い。ピラミッドと並んで21世紀の今でも世界中の人を魅了しているのが、黄金のマスクをかぶせられた少年王ツタンカーメンです。1922年11月の発見直後から、王の永遠の眠りを邪魔した者たちに死をもたらす呪いがかけられたとの噂がまことしやかに囁かれました。そしてツタンカーメン王墓発掘のスポンサーであるカーナボン教が急死したのをきっかけに、発見や発掘に関わった人たちが次々と亡くなったことから、ツタンカーメンの呪いなどと恐れられたのです。しかし現在ではツタンカーメンの呪いは迷信もしくはマスコミのこじつけという見解が主流のようです。それというのも、一番に呪われてもおかしくない発見者のハワード・カーターが64歳まで生きて天寿を全うしたことが大きいでしょう。またカーナボン教はツタンカーメン王墓発見前から健康を害していたとも言われています。何よりツタンカーメンの呪いを証明できる物証がありません。不思議なパワーを秘めている古代のファラオ、そう聞くと確かに怖いけれど興味を惹かれます。でも他にも大勢いたであろう発掘に携わった人たちとツタンカーメンの名誉を思えば、呪いなどはなかった方がいいですよね。もしツタンカーメンが起こるとすれば、勝手に墓を暴いた上に無関係な人の死の犯人に仕立て上げられたことに対してかもしれません。続いていた宇宙との関わりと関係の変化。1922年に墓が発見された時、ツタンカーメンのミイラの右大腿部分に一本のナイフが収められていました。絵や鞘は水晶や黄金で作られ、ユリや羽の模様が彫刻され、王が持つにふさわしい美しいナイフです。ところがこのナイフは3400年以上昔に作られた鉄製のナイフにもかかわらず、刃が全く錆びていなかったのです。ミラノ工科大学の物理学者ダニエラ・コメリラの研究チームが刃の組成を分析した結果、ツタンカーメンのナイフは隕石から作られていることが判明しました。この結果から研究チームは、古代エジプト人たちが宇宙からの飛来物に高い価値を見出していたこと、そして鉄隕石を加工できる技術を持っていた可能性が高いことを指摘しました。ツタンカーメンが生きた時代はクフ王よりも約1200年ほど後です。この頃にはピラミッドは作られなくなっていました。しかしこの時代にも宇宙との関わりは続いていたのです。ツタンカーメンの父アメンホテプ4世は、それ以前の多神教から一神教へと変えたファラオでした。アメンホテプ4世はとても面長な容姿だったことで知られていますが、顔だけでなく後頭部も長かったようです。またアメンホテプ4世の妃のネフェルティティも後頭部が異様に長い彫像が残されています。そしてツタンカーメンもミイラの CT スキャン画像で見ると後頭部が膨らんでいることが分かったのです。そしてアメンホテプ4世についてのヒエログリフには、
空から舞い降りたものに出会ったと記録されていたとのこと。またツタンカーメンのミイラの横には胎児と思われる2体のミイラが一緒に埋葬されていました。この胎児は一般的にはツタンカーメンの妃とアンケセナーメンとの間に授かった子とされていますが、手が異常に大きく人間の胎児とは思えない姿をしているそうです。そしてなぜか一般公開されていません。アメンホテプ4世一家の人間離れした容姿の理由は一体何なのでしょう。天から来た神が人々に知恵や技術を授けたと言われるクフ王の時代から約1200年、ついには宇宙から来た人たちが王となってエジプトを治めるようになっていたのでしょうか。古代エジプトの謎は21世紀の今でも私たちをワクワクさせてくれます。そしてその謎は次から次へと現れて尽きることがありません。ご紹介しきれなかった古代エジプトの謎はまだまだたくさん、そこにもしかしたら宇宙から来た人たちが関わっているのかもしれません。なぜ彼らは人類に高度なテクノロジーを授けてくれたのでしょう。いつかその答えがわかる時が来るのでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などしていただけると幸いです。また見てね。